です。よろしくお願いします。頑張っていきましょう。はい、まあ、あの夏ですからね、うん、この時期になると怖い話なんかありますけども、ね、いやもうええって やってたからやってたどうこうじゃなくて、僕は怖い話が好きなんですよという話をしたいんです。いや何なんそれ、ね、怖い話聞いてこうゾッとする感覚ってやっぱいいじゃないですか。いや珍しいね。いや珍しないよ。いや普通怖い話聞いたらイラッとしますよね。珍しいよ。いやだってほんまにゾッとする話なんかあります？たくさんありますよね。何？あのタクシードライバーの怖い話なんかあります。いやイラッとするやん。あるタクシードライバーが夜中人気の少ない山道を走ってるんです。もうイラッとしてるで。早い悪いけど早いな。イラッとすんのが腹立つ。何にイラッとすんの今の。いやどこ走ってんねんと思って何がやねん。え、タクシーやんな。そうや。じゃあお客さんを乗せたいわけやろ、うん、なんで夜中人気のない山道走ってるそんなとこ誰も気になってへんから。いや普通ね、繁華街とか走った方がお客さん乗ってきますやんか。そりゃそうかもしれない。夜中人気のない山道走ってる時点で、うん、ちょっと不思議な体験しに行ってるよ。黙れ黙れ。黙って話聞いとったらええねん。誰も気になってないから。でね、その山道を走ってるんですね。だからなんで走ってんのっつってる。問題解決してないの。しつこいねお前。分かった、もうあの山の上に家があってそこにお客さんを送り届けて、その帰り道やったから仕方なく人気の少ない山道を走ってたんや。ああほなそれ言わなあかんよな。いちいちそんな説明してたら怖い話も怖くなくなるやん。その説明がないからなんでそんなとこ走ってたんやろってみんなイライラしてたやんか。だけそういう理由で走ってたんですね。でパッと前の方見たら髪の毛の長い顔の青白い白い着物着た女の人が立ってるんですよ。でその人乗せるんですね。で乗せて乗せんなや。何やねいちいち。お化けやん。やめろよ。途中でお化けやんなんか言うなお前。確定お化けやん。何やねん確定お化け。核化け。聞いたことない言葉略すな。俗に言う。俗に言うじゃないねん。乗せへん。でどこ行きますかって聞いても下向いて喋らないんですよ。お化けやから。やめろ。まあ、しゃあないな思ってね、ドライバーが車出すんですよ。でなんでやねん。どこに行きまんねん。何やねん。どこに行くの。みんな今ゾッとしましたよね。してへんねん。うるさいねいちいち刈り上げデブコラ。刈り上げデブ。いや、ね、なんで走り出した。大体皆さんもそうやと思いますけどね、タクシー止める時なんか自分の行きたい方向を走ってるタクシーを止めるじゃないですか、うん、わざわざ逆方向のタクシー止めないでしょ、うん、だからそうなんやろな思ってタクシーのドライバーさんそのまま車出したんや。普通はそうやけど今人気のない山道なんやろ。ほなタクシーもそんな通ってないから反対方向のタクシーやけど、とりあえず止めて U ターンして行ってもらおうと思ってた可能性があるやんってことですよね。誰か誰としてんの。 U ターンできるような道幅がなかったんや。ほんならほっそいほっそい車の幅しかない道やから U ターンできへんけど、そのまま真っすぐ行ったんや。あんな山道にはな、どっかに U ターンできるくぼみみたいなあんねやんか。なぜバカにしたような喋り方。お前プーさんと人の間みたいな喋り方やめろ。このくぼみみたいなとこで蜂蜜舐めたい。お前の方が怖いやろ。山のくぼみで蜂蜜舐めてたら一方通行やね。一方通行やから向こうから車来えへんねん。じゃあ山の上の家には今どうやって行ってたの。その帰りなんや。こうバックで行ってたの。もうええねんお前。危ないやろ夜中の山道バックで入って行ったら。だってこの道幅でね一方通行や。山がこうあったら家が一軒だけここにあって、こういう細い一方通行の道とこういう細い一方通行の日本の道で成り立ってる山やねん。何その山。もうええやろ。そんな山あります。やめろ。こう行ってこう行ってこう戻れないんですよ。じゃあ戻ろう思ったらこう行ってこう行ってこう行って。もうええやろ。おかしいおかしい。刈り上げデブコラ。刈り上げデブコラ。さっきから反論してくれへん。なんで復唱してんのずっと。刈り上げデブ言われて誰が刈り上げデブやねんやったら分かんないけど、刈り上げデブ刈り上げデブってその復唱してんのやめて。もうそれやめてとか。そういう山の、ね、走ってたらね、うん、なんか様子がおかしいなと思ってミラー見たらさっきまで乗ってたはずの女性が乗ってないんですよ。それちょっと不思議ですね。しかも怖いことにその女性が座ってたシートがびっしょり濡れてたんです。汚ねえな。違うわ違うわ、ね、ちょっと待て。おいなんなんその汚ねえ。お前が想像してるようなことちゃうねん。いやなんなん小便やろ。小便って言うな。ミラー見ていたはずの人がいないっていうのは怖い。怖いやないか。でドア開けてその人が座ってたシートがびっしょびしょ濡れてる。そうや怖いね。汚ねえ。違うよ。怖い
後や言うてんねん。いやだって小便じゃなかったか。小便って言うな。別に怖くないよ。普通に濡れてたらね、濡れてることって別に怖いことじゃないですよ、ね、いろいろ想像してこうなるんですよね。さっきの幽霊は海で溺れ死んだ幽霊やったんや。でも今山やどういうこと。海で死んで山の方にこうやってきた。違う違う違う、ガッツが怖いってこと。じゃあどんな話やの。ガッツが怖いって。これはガッツに怯える話。そんな話やわ。もうええわ。どうなんですか。何それ。何ちゃんどんどん限定。あなたが好きです。え、いつまでも嫌いでいてほしいから。ちょちょ、あなたが好きだから。好きだからとか何やねんこれ。何やねんこれ。おいなあ、なんでならしてお前。あなたが好きです。ちゃんどんごん、お前裸が好きです。変態やないかお前。変態やないか。それやったら魚が好きです。知らんやん。食えやほんなら。明日がイブです。イブちゃうやん。終わったやん。イブ嘘ついたやんかお前。私は犬です。どこが犬なお前。どこに犬の要素が入ってんねんお前の。何もじもじしてんねんおい。あそこが変です。病院行けよ。ほんならお前病院で違和感あんねやったら。いつまでも我慢してられないから。行けよ。ほんならあそこが変だから。病院行けよ。ほんなら何やねんお前。おかしいこと。どこに何してん。もうええわ。どうもありがとうございました。濱家、教室に戻ろう。戻らへん言うてんねん。めちゃめちゃうまいやお前。あ、すいません、ありがとうございます。この辺で絵描いてんの。あ、そうです、はい。すごいな。ありがとうございます。ちょっとわし描いてくれや。似顔絵ですか。似顔絵いける。あ、まあ、はい、大丈夫ですけど。あ、ちょ、今から知り合いが、店出す言うから、はい、ちょっと開店祝いに行かなあかんねん。はい。ちょ、俺の似顔絵持ってったら、受けるやろ。なあ。ふふふ。ああ。ちょ、書いてくれ、書いてくれ。わかりました。じゃあ、はい。すぐ行けんの、それ。はい。顔のアップでいいんですか、ね、顔のアップでええよ。はい、わかりました。ちょ、こんな手土産できる思えへんかったから。すいません。はい。これ大爆笑やで。はい。ありがとうございます。嬉しいわ。こんなちょっと簡単な感じでも大丈夫ですかね。あ、いやいや、ちょっと時間ないからもう。はい、はい、すいません。パッと書いてくれ。はい。なんかこんな感じでも大丈夫ですかね。この。いや、豚やないか。いや、豚やん。え？いや、わし書いてくれ言うてんねん。え？いや、これ豚やん。これ豚やろ？え？うん。いや、これ豚やん。何してんのそれ。あ、すいません。うん。いや、わし書いてくれ言うてんねん。え、すいません。なんでお前がパニックになってんの。お前がパニックになることちゃうやん。いや、お前が書いてんねん。すいません、すいません。俺がなるには分かるけど。はい、すいません。いや、これ豚やん。はい。いや、うまいで。はい。豚としてはうまいけどな。わし書いてくれ言うてるから。はい。ああ、頼むわ。すいません、ちょっと。あ、いけた？あ、見して。簡単な感じなんですけど。うんうん、こんな感じでもね。豚やないか。この辺からの豚やないか。なんで豚描くねん。それなんでパニックなんの。お前がなんでパニックなんの。なあ、いや分かれへんねんお前のその感情が。おい、何探してんねんそれ。何がなかったからこうなったんや。なあ、すいません。わけわからんことすんな。お箸返してくれ。すいません。そう、やってることと行動が合ってないねん。毎回やってんのこれ、つかみみたいな感じで。いや、そんな、全然、すいません。うん、はい、俺そんなんええから、ほんまに似顔絵描いてほしいね、はい、もうお時間ないということですね。時間ない言うてるやんか。今からパーティーですもんね。はい、わかりました。すいません。頼むわ。はい。豚はうまいねんで。うまいねんけどな。わしを描いてほしいから。うん、もうちょっと、正面向いていいですか。はい、うん。なんかかっこいい感じしてな。はい。いけた？こんな感じでも大丈夫。うん、だから豚やないから。真横からの豚やないから。なんでお前が引いてんねん。お前がなんで引くことがあんねん。お前が何引くことがあんねん。お前が書いてんねやろ。なんやこれ今の。ズーンっていうの。毎回こんなんしてんのかなんか。エンターテインメントなことしてんのかお前。でもええから書け言うてんねんおい。何を探してんねんさっきから。なんかないからこうなったとかちゃうやろ。己が書いとんねん。すいませんでした。なめてんのかお前。なめてません。すいませんでした。もう向こうで話しようか。じゃあ、いや、すいません、本当にやめてください。すいません、すいません、やめてください。向こうで話しよう。すいません、すいません。走れ。
何スタンガン当ててんねんお前。お前が悪いやろうが。なんでわしがスタンガン当てられなあかんねん。そう、オーケー。こら持つなそれ。オーケーよ、おい。あ、お前らしやねん、おい。お前結婚してんのか。おい。嫁おんのスタンガン持ち歩くな、お前。すいません。やんむかけよ。痛いよ、当たり前やんけ、スタンガン。すいません。すんません、じゃあ、オーケー、とりあえず。危ないって。すいません。何してんの、それ。何も思わへんよ。自分もやったから許したのかとか。すいません。危ないなっていうだけやから。お何をしてんの。すいません。おい、誠意の見せ方間違ってるで、お前。おい、わし書いてくれ言うてんねん。すいません。じゃあ、ほんなな。はい。OK。何をしようとしたんや、今。座れ。何スタンガン持って立ち上がっとんの。OK。めちゃくちゃ怖いねん。スタンガン持った絵描き。ほら、もう、わし描き言うて豚描くんやったら、豚描いてみ。そういうことか。なあ。豚ですか。お、豚描いてみや。お願いします。お前なんかトンチタイプのやつか。うん。頼むわ、俺パッといける思ってたから。こんな感じでいいですかね、じゃあ。牛やねんかい。正月早々あれなんですけど、はいはい、ちょっとこの間すごい腹立つことありまして、どうした？あの行列ができてるお店に並んでたんですよ、はあはあ、そしたらね、はあ、生まれて初めてなんですけど、はい、自分の目の前に割り込みをされたんです。一つ目の前に。そう、あんま経験せえへんな。ないやろ。うん、ないない。なんかちょっと前の方で割り込みしてるなとか見たことあったんですけど、まあ、たまに人のやつとか見ますけどね、自分の目の前に割り込みってされたことがなくて、うん、僕も経験ないですね。ないよね。ないないない。なんか後ろの方で割り込みしてるなとかも見たことあったんやけど、うん、まあそれも人のやつね。そう、この自分の目の前に割り込みってされたことがなかった。それぐらい珍しいんですよね。で、思い返してみたら、うん、目の前の目の前に割り込みされたこともなかったんですよね。二つ目の前ですね。そうそうそう、はいはいはい、だから自分の目の前に割り込みってされたことがないな、まあ、それぐらい珍しいことなんですよね。で、結局自分の目の前に割り込みされる、いつまで目の前の話してんの。割り込まれてどないしたか聞きたいねん。それすごい腹立って。それは腹立つわ。すぐ注意はしたんですけどね、思い出してもまた腹が立つんですよ。まあそれでも注意したからっていうのもあるけどな。なんかそういう連中にはもう喋りかけない方がいいねん。お前みたいに後引くから。だからそういう時は無視するのが一番ちゃう。なんかええ格好してない。いやいや、これええ格好にはなってないけど、俺やったらそうするなって。俺はそんなことでは腹の立たない器の大きい人間になりました。いや、そんなつもりはないけど。俺なんなん、今日これお母さんが見てる。見てへんよ。見てへんよっていうのもおかしいけど、お前。いや、だっておかしいやん。自分がそんなん言ったら、うん、これで腹立ってた俺が器のちっちゃい短気なやつみたいに見えるやんか。そんなつもりはないけど、俺やったらそうと。見えるやん。短気なやつみたいに見えるやろ。短気。視聴者の方はお前の好感度だけ上がって、俺の好感度下がれないか。目決まってんねん、お前。おい、やめろって。めちゃめちゃ短気やないか、手出してんねんから。ええじゃないねん。絶対注意するやん、お前は。注意せえへんって。俺は絶対せえへん。せえへん、せえへん。目の前に割り込まれてんのに何も言いません。ほな、そこに2人目が割り込んできた時、うん、お前どうすんの。2人目、うん、おう、何があの人注意せえへんなってなって2人目が割り込んできた。それでも注意せえへんも喋んのも嫌やもん。何も言えへん。何も言いません。ほな3人目が割り込んできた。何も言いませんよ。ほな4人目が割り込んできた。何も言わへんて。ほな5人目が割り込んできた。何割り込んでくんねん、お前。俺がこうやってこうやってないとそんなことありえへんやろ。お前が注意せえへんからあそこいいんかなと思って来る可能性はあるやん。ありえへん話しても意味ないっつって。いや、でももし割り込んできたらどうすんのって。さすがにその時は言うよ。なんて。もう5人目はちょっとって。注意してるやん。何が急に5人目から注意してるやん。いや違う、5人目から注意してるんじゃなくて、あんまりにも5人目の気持ち考えてる。1から4 OK で自分だけ断られた5人目の気持ち。なんで俺が割り込んでくるやつの気持ち考えなあかんねん。お前は無駄に5人目を傷つけてんねん。それやったら1人目から注意せえよ。どういう理論やねんそれ。割り込んできたやつの。お前は1枠しかないねん。1から4枠なんか一つも持ってないねん。何やねん4枠って。だから1人目で注意してないから辻褄が合うてへん。ほなもう5人目も注意せえへんわ。ほな6人目もうええ。もう7人目も8人目も注意せえへんし、仮に10人の団体が俺の前にバン割り込んできても注意せえへん。これでええやろ。ほんならそれ後ろの人からお前が注意されるで。何がやねん。だってお前より後ろの人並んでたらどんどん下がっていくんや。いや知らんやん、そう下がっていったって。いや列の仕組みとしておかしいから。知らんって。
文句言われるよ。文句言われてもすいません。何ですか、注意しました今。してません、僕人に注意するの嫌なんですよ。いや嫌なんですとかじゃなくて、もう人に注意するの嫌なんで、もう注意しないで。あなたの前に割り込んだんだから、もう注意しないって決めてるんですよ。あなたが注意してもらわないと。いや注意しないで決めてるんですよ。ここまで来て僕に注意するぐらいだったら自分で注意したらどうですか。僕人に注意するの嫌なんですよ。なんで俺には注意できるんですか。それをここにしてほしいんです。いやだからそれをここにしてほしいんですよ。いやあなたの前に割り込んでるんだ、あなたが嫌なんだからあなたが注意したらいいと思うんですよ。めちゃめちゃ注意できる人ですよね。嫌なんですよ。それをしてください。人と揉めるのが嫌なんですよ。揉めるのが嫌とか知らない。揉めるのが嫌って言ってるじゃないですか。今すごい揉めましたよ。揉めてる認識ないですかこれの。知りませんよそんなこと言われても。いやパッと注意したらこんなに揉めてる。じゃあどうやって注意したらいいか教えてくださいよ。いや普通に割り込んできたら、はい、その人の首を後ろからキュッて締めるじゃないですか。そしたらその人がうーってなってストーンと落ちますから、そうなったとこうこうです。頭おかしいんかお前。もうええわ。どうもありがとうございました。どうもカメです、よろしくお願いします。どうもカメです、よろしくお願いします。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。嬉しい。おばあちゃんありがとう。ありがとうございます。どこのおばあちゃんか知らないです。いやそんな言い方すなよ。ありがとうね。ね、ありがとうございます。かまいたちです。よろしくお願いいたします。あの僕ね、昔から刑事ドラマが好きで、刑事ドラマ。あの刑事ドラマって言われてるのはもう全部見てるんですよ。全部見てんの？もう全部。全部は嘘やろお前。膨大な量あるよあんなもん。もうほんまに全部。いや相棒とかだけでもシリーズどんだけ出てる思ってる。相棒も全部見た。もうマジで全部見た。踊る大捜査線とかもねすごいシリーズ出てるけど見たのあれ全部。うん、いや見てへんやん。嘘ついてるやん。踊ってたなあれ。そんな内容ちゃうの。お題で。マジで踊らへんねん。それ嘘はついたらあかんやん。でも俺ほんまに結構見てんねん。見てた見てたよね、うん、まあ好きな人多いですからね。そうやん、で、うん、俺な一番好きなんがあのベテランの刑事さんが事件現場にこう後からやってきて、あ状況はどんな感じだみたいな。よく見ますね、渋いな思って。渋いですか。でちょっとやってみたいから自分あの現場に先にいてるあの若手のデカやって。若手のデカね、刑事のことをデカって言うね。いやみんな知ってはるよそこや。あのデカいからデカって言うと。分かってるわでかいけど。でかいけど分かってますよ。で俺はその事件現場に、うん、あの後からやってくる山さんっていうベテランのベテランのねチビ、誰がチビよ。言うてへんがな。おい言うてへんがな。デカとチビちゃう。いやもう何刑事のことをデカって一人でバタバタすなって。ベテランで分かってやったらいいね。分かりますよ。山さんご苦労様です。状況はどんな感じ。分かってること全部教えて。まったく今日は休みだったって言うのに。ちょっと待って何してんの自分。お前や。誰もおらへん。え刑事ドラマしたいんちゃうの。うんめちゃめちゃお姉してたよ。お姉お姉が刑事のドラマなんか見たことないから俺。いや俺はベテランの山さんって。お姉の山ちゃんになってたよ。どこが。状況はどんな感じって。お姉やもうこれ。声がちょっと裏返ってた。いやそんな問題じゃないよ。おすぎと同じ声の出方してたから。おすぎですの。状況はどんな感じだ。状況教えてくれ。被害者は会社員男性30歳、難波で一人暮らしをしています。最近仕事でトラブルが多かったようですね。あ全然聞いてなかった。なんで聞いてへんの。ベテランが現場でボケーとしすぎやろそれ。状況は会社員男性30歳、うんうん、難波で一人暮らしをしています。うんうんうん、まあ状況から見て、うんうん、殺しですね。うまっ。お姉やないか。まったく。なんでお姉ちゃんって。今日は休みだったって言うのに。やめて。じゃあやめて。はよ止まれや。俺が止めたらお姉やってるやん。なんでお姉流行ってるからお姉もやってんの。無理やで。今面白いお姉の人いっぱいおるから。つけ焼き場のお前のお姉キャラなんか無理やで。いや俺してないから。してるよ。うんうんうん。お姉やったやんか。いや話聞いてたらね。うんうんうん。じゃあお前の鼻にかかってんねん。うん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 ってなってんの。もうはお姉やんか。捉え方やから。で今日は休みだって言うのにーのやつやめて。あれ連続殺人だな。なんでこれでコント戻れんねん今。またあの犯人か。犯人かじゃないやん。濱家なんやねん。仏さんの面拝んどくか。いやお前は。えおいおい、テーブルクロス引きやないか。ひっくり返った。ひっくり返っちゃった。怖いね。ひっくり返ったとかは。ちょっと待って。ひっくり返るっておかしいやんか。鑑識が来る前に。来る前にじゃないねん。なんでブルーシートの上にあんねん。ひっくり返ったって。おかしいやんか。うんうん、じゃなくてチラッと見るぐらいやねん。あんなもん。チラッと見るぐらいやん。イケメン。お姉やん。お姉やってるやん。舘ひろし様そっくり。様とか言うなって。なあ、タッチタッチ、あそこにタッチ。
チン。何してんねんお前。チンチンチン。やめろ。やめろ。ごちそうさまじゃないの。おねえ、おねえ、ちょっと待って。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 大事な舞台で何をしとんねんお前は。刑事ドラマやりたいんちゃうんかいな。いや、あのベテランのデカは場の空気ほぐすためにこういうことするシーンがある。相棒で水谷豊がチンチンチン僕としたことがって言うてるの見たことある。いや、シリーズ長いかお前が見てない。シリーズ長くてもそんな一話があったら話題になって耳に入ってるよ。プルプル。なんでコントに戻れんねんお前。犯人から犯行予告の電話かもしれない。何やお前は。浜へ出ろ。ガチャ、もしもし犯人か。あ、もしもし犯人です。次の犯行来週の火曜日。ノリ軽いねんお前、はい、犯行予告のノリが軽いねん。16時以降がありがたいです。美容室の予約みたいになってるから。担当は前と同じ濱家さんで。お姉やな、はい、お姉ちゃうわ お前、美容室やないか。お姉ちゃうわ。美容室の予約みたいになってるやないか言うてんねん。お前は A じゃないやんか。もっとボイスチェンジャーで声とか変わってんねん。もしもしみたいな感じやん。もしもし。そうや、もしもし犯人か。私が犯人だなんて、うん、どんだけ。おねえやめろやもう。やな、ま、それを全力でやることになんかないの。プライドとかはははじゃないやんか。地声よ。ボイスチェンジャーじゃなくてこれ地声よ。のとい声のおねえいらんねん。何がしたいのお前。俺刑事ドラマしたいって言ってる。おねえがして、みんな思ってるこの2000人からお前おねえしたいやろな。お前が勘違いしてるだけで。お前ちゃお前。いや、じゃあ一回見ててちょうだい。出てるやん。外から見てつかんでちょうだい。わかるから。おねえやるやんか。どうするこのままじゃ犯人逃げられちゃうぞ。おねえやってるやん。そうね、犯人2人ともおねえの。捜査線引こう。捜査線とルージュ、赤いルージュをすぐに引こう。何言うてんの。いいですね、赤いルージュ引きます。ちょっとあなた誰。あなたまさか犯人。そうよ、私が犯人よ。よくわかったわね。ちょっと待ちなさいよ、あなた。まったく、今日は休みだったって言うのに。やめろ、それ、お前。待て待てじゃないよ。おい、どんな死に方やねん。おい、なんで撃たれた。おい、次こそは女に生まれてやる。悲しいわ、お前。これを二人でやりたい。一人でやっとけ、もうええわ。どうもありがとうございました。どうもだけかもしれないんですけどね。何ですか。もしタイムマシンがあったとしてね、うん、過去に戻って何か一つだけやり直せるとしたら何かなとか考えるんですね。それは俺も考えたことあるわ。あ、考えたことある、うん、あ、そう。みんな一回は考えたことあるんちゃいます。まあ一回ぐらいはあるかもしれませんね。二、三回考えてるって人もいるんじゃないですか。まあ二、三回あるかも、うん、もっと考えてるよ。広げすぎ、広げすぎ、広げすぎ。何をするつもり今から。絶対みんな考えたことあるから。まああるかな。ほんで一つだけやったらあれにしようって俺は決めてんのあるし。あ、決めてんのがあんの、うん、じゃあ過去に戻ってやり直せるとしたら何がしたいの。ポイントカード作りますね。え、あのコンビニのね。ポイントカード作る、うん、何なんそれ。あの僕ね、一番最初にポイントカード作りますかって聞かれた時、なんかなんとなく断ってもうて、でそっから毎回作りますかって聞かれるんですけど、はいはいはい、今作ったら今までのポイントなんか損した気持ちになるから。まあなんとなくわかるけど、なんか変な意地張っちゃって結局作れてないんですよ。だから最初に作りますかって聞かれたあの日に戻ってね、はい作ります。しょうもなすぎるやろお前。もったいないわそれは。ポイントがやろ、うん、だから戻って。違う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 。誰がポイントの話してんねんな。1個しかやり直されへんのにそれに使うのはもったいないやんか。ほなお前何すんの。僕はね、あの学生時代に好きやった子に告白できなかったから告白してみたいんですよね、うん、そっちの方がもったいないですよね。いや僕ら気持ちわかるでしょ。だってな、うん、そんなんたまーに思うぐらいちゃうの。まあそれは何年かに1回ぐらいです。そうやろ、うん、僕のポイントカード作ってたらレジに行くたびに思うから一緒にされたら。わかるけどポイントカードなんか今から作れるやんか。いやおかしい。何が。俺もう十何年ポイントカードいりません言うてんねん、うん、今日作ります言うたら店員どう思う。何も思うか。覚えてるかお前のことなんか。だって店員からしたら、うん、お客さんがお弁当2つ持ってきて、うん、こっちチンしてこっち捨てといてください言うてるようなもんや、うん、今分かりにくく説明したから。なんでそんなことさ。普通分かりやすく説明する。珍しいことすんなお前。わけだからタイムマシンの使い方もったいないの、うん、お前やってねや。全然共感できへんやろ。お前がずれてんねんやっぱり。あの M1 史上最悪の客です。そんなことないわ。やめろずれた。お前さんの方。お前やずれてんの。いやだってね、それ告白に成功したらいいですよ。でも今失敗した時のことで考えてます。失敗した時。過去に戻って失敗したらこいつ何残ります。僕ポイントカード残りますよ。こいつ何残ります。違う違う、何残ります。話が別に何残ります。怖いんだよ。強いね当たりが。お客さんに失敗したらもったいないでしょ。いや失敗したらもったいないですけど、当時の感触で言えば告白さえしてたら確実に成功してたんです。確実なんか分かれへん。告白してみな分かれ。嘘ついてるやん。学生時代ね、嘘じゃん。どうかこいつのマイナンバーがネットにさらされますよ。祈るなそんなこと。大変なことな。神様に祈るなそんなこと。から何から。普通十字架やねんそれ。三角ってどこに宗教。宗教
なんやその宗教は。確実に成功するわけない。なんでそこまで言えんねんほんなら。確実に成功するやつはな、お前当時告白してたやろ。何が確実じゃないから告白してないちゃうの。いや違う、そう思いません。違う違う、これはうなずいてる人いるよ、ほら。違う違う、お前言いたいとこ疲れて思ってるよ。全然平気全然平気。じゃあなんで告白しなかったの。確実やん、いろいろありますやん。いろいろとかじゃなくて失敗する可能性があるから結局ビビって告白してない、うん、お前はそういう。喋らせてくれへん俺に。だからそんな一か八かのことにタイムマシン使うのがもったいないって言うじゃん。確実じゃないことに変えましょう。そんなやったらお前も一緒やないか。何がやねん、過去に戻ったからって確実にポイントカード作れるとは限らへんやないか。確実に作れるやろ。向こうが作りました言うてんねんか。いやおかしいな、作りました作ります。いやダメですよ、これ何やねん。ポイントカードは確実に作れますよ。今の間違えましたけど、もっとやだな。告白なんかしたら未来が変わって、今出会ってる人と出会わない可能性がある。そう言うたらお前だってポイントカード作った影響で出会わなくなる人おるかも分かるやないか。おらんやろそんなやつ。誰やねん俺がポイントカード作って出会わなくなる。そんなすんなよ。お前さっき反論ずれすぎやん。お前はずれてんねん。もしポイントカードを作ってたのかな、ありえへん話を。もしもしもし、お客さんの前でもしの話なんかすんな。お前がもし買い物しやったらいいんだよ。だから俺喋って話しやったらポイントカード誰や。買い物しまくってポイントカード作ってたのやろ。お前に追いついたらええやないか。でも買い物するかさらに。いやそうだよ。いいじゃん。待て待て待て、お前俺にマイケルジャクソンさせたんだ。お前がマイケルジャクソンさせた。
ああ、ごめんね、ごめんね。はいはい。これ、君の自転車。あ、これ僕の自転車です。あ、そう。はい。ちょっと、スタンド立ててもらってもいいかな。え、何ですか、うん、何くんかな。あ、僕、濱家です。濱家くん。はい。濱家くんの自転車。はい、そうです。はいはいはい。ちょっと一旦確認させてもらっていいかな。え、ここら辺今、自転車の盗難が多くて。え、うん、申し訳ないけど、ちょっとだけね。これ完全に僕のやつですよ。うん、ごめんね。登録調べてもらってもいいですけど、濱家隆一って出ますよ。濱家隆一くんね、はいはいはい、調べさせても、ごめんね。いやいや、全然いいですけど。すいません、本部、自転車の登録確認お願いしまーす。708060、濱家隆一です。隆一です、はい。お願いしまーす。あ、君の自転車よね。はい、これも完全に僕の自転車ですよ。でも取りそうな顔してるけどね。ごめんね。何なんすか、うん、何なんすか、ごめんねって謝ったらいいっていう問題ちゃうでしょ。分かる分かる、やっぱ。いや、分かるじゃなくて、長年の勘からそういう釣り目のやつは自転車取りよんねん。ごめんね。なんやねんお前、ごめんね。あれやもう知らんぞ、行くぞ俺も。行くな行くな行くな、ちゃうやん。今確認してるから、じっとして落ち着いて、ね、落ち着いてる俺は。警官に対する口の利き方ちゃうやろこれ。ボコボコしたのかお前。ごめんね、それはごめんね。まあ結果がもう出ますから、それまでちょっとお付き合いしていただいて。お前だからそこまで言うねやったらな、うん、もし俺のチャリンコって確定したら、うん、お前こんだけ疑ってたの分かってるやろな。お前もそんだけ警官に口答えすんねやったらどうなるか分かってねえやろお前、釣り目の鼻上がりが。ごめんね、ごめん、なんか気悪くしてる。気悪するやろ、うん、お前謝んねやって言うな言うてんの。お前警官に対するちゃうやろこれ。ごめんね、怖かったよね。大きく避けたもんね。ごめんね。はい、出ました。だから本人は濱家隆一と言ってます。年齢は35の濱家隆一です。はい、わかりました。君の自転車やね。そうやろお前。ごめんね、お前分かってんな、偉そうに言うぞって。お前これ、ごめんね、これ俺のチャリンコ言うてるやん、お前どないすんねん。でも今確認したら、なんや、君この辺で女子高生に抱きついて指名手配されてるね。うん。じゃあちょっとそれで行こっか。ごめんね、逮捕する。謝ってもしょうがない。ごめんね、犯罪だ。でそのこ、何急に。心の優しい化け物や。え、急にそんなこと言われても。いや、え、そう、それです。何か言いました。それです。何か言うたんやったら彼女もおかしいです。いや、だから見た目は怖いけど、うん、人間と友達になりたいと思ってる化け物です。なんか映画とかでたまにある設定。そう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 。ちょっとそれやらして。何なん？何なん？急に。え、急にそんなことわけのわからんこと言われて、やらせてって言われてもさ。だから自分は森に迷い込んだ人間やって。いや、だからなんでやらない。バケモンやるから。理由分からへんね。急にそんなわけのわからんこと言われて。じゃあもしこの漫才に人を外見で判断しないようにというメッセージが含まれてるとしたら。なんか森に迷い込んでしまったな。怖いな、なんかな。怖い怖い。ガサガサガサ。え、何の音これ。ガサガサガサ。何の音これ。ガサガサガサ。何この音。バケモンや、逃げろ。ちょっと待って。え、人間のことも喋ってる。俺友達になりたいだけ。お前人のことも喋れんのか。うん、ちょっとだけ喋らせてもろてます。もろてます。関西弁。はい。なんでお前人間のことも喋れんねん。前にこの森来た男喋ってた。そいつに教えてもらったんか。はい。で、そいつ今どこおんねん。死んだ。怖い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 って。お前、お前が殺したんやろ。違う。え、そいつもともと怪我してた、うん、だんだん弱っていった、うん、最後動かなくなった、うん、そういうことやったんか。だから食べた。怖いってお前。バケモンやん。怖い。バケモン違う。バケモンやって。動いてる人を食べるバケモン、動いてない人を食べるセーフ。アウトやって。それ動く動かんで、ね、人間食べる食べへん決めたらアウトやから。あれ、お前動いてる。動いてるよ俺。めちゃめちゃ動いてるやろ俺。食べたなってるやん俺のこと。いや、クソってお前、食べたなってるやん。
違う、食べたなってるやんか。友達食べない。友達ちゃうお前。お前仲間握手する。いや爪も長いし怖いねん。もう大丈夫大丈夫、うん、この爪毒の塊。危ないやんもう。毒の塊危ないよ。それ象動かなくなる。猛毒やから。それ 象動かなくなったら、うんじゃなくてもちょっと帰れよ。お前もう怖いから向こう行って。俺帰るとこない。なんで？仲間みんな人間に殺された。そうやったんだ。だから食べた。化け物やもう。違う、仲間食べてるやん。怖いって。動いてる仲間食べる化け物、うん、動いてる。アウトアウトやって。化け物やからもうどう考えても。あれ動いてんだよ俺。めちゃ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 動いてるから悔しがるのやめて。ほんまに怖いから。ほんな仲間誰もおらへんねんな。もう両親も人間に殺された。そうなんか。食べてへんやろな。お前食べてない。食べてないねんな。それはさすがに両親は食べませんや。なんやねんお前。笑い方気持ち悪いね。気持ち悪いよ笑い方。いやうふふじゃなくて。でも母さんの子守唄もう一度聞きたかったな。かわいそうなやつではあるなお前は。なかわいそうやな。せーぼねぼりぼり。どんな子守唄それ。せーぼねぼりぼりぼり。怖すぎるから。子守唄怖いからもう。まあかわいそうなやつやな。わかった。ほんなら俺が友達になったろ。本当。友達になったら嬉しい。笑うな笑うな笑うな。気持ち悪いから笑い方は。嬉しい。名前なんていうね。ヤモラ。ヤモラ。ヤモラ。あの、うん、野獣の矢に魔物の毛に。めっちゃ怖いやんお前。ローマ字でラ。どんな名前やねん。息切ったパンクバンドみたいな名前やねん。覚えて。魔物の毛ってないのお前。魔物の毛に。魔物の毛は物やろ。あれ。ごまかすなよお前。いや人間来てる。あちょっと何あ銃持った人間。いやこいつはあの悪いやつじゃなくて。大丈夫やから。俺もお前に背中向けるの怖なってくるから。そうなったら大丈夫大丈夫。こいつはあの見た目こんなんなんですけど心は優しいやつなんで、じゃあ撃たないでください。撃たないでください。パッ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 。やっほらいやもう大丈夫か。ごめん。いやごめんちゃん悪いの人間の方やから。ごめん。何に謝ってんねん。思いっきり毒の爪刺してもめちゃめちゃ刺さってるやん。もうええわ。どうでした。どうもかまいたちです。よろしくお願いします。はい、僕あの昔からね心理テストが好きでね。珍しい。こんなとこにいたのか濱家。教室に戻ろう。戻らへん言うてんねん。体育の時間に斎藤の給食費がなくなった。それ俺が犯人や思てクラスのみんなが言うとったやないか。お前もそう思ってんねやろ。先生は疑ってない。どうせ疑ってんねやろ。疑ってない。先生はお前がやったと確信してる。確信してる。確信してる。変な意味じゃなくて。変な意味じゃなくて。などういう意味やねほんなら。変な意味じゃなくて。言ってるやん確信してって。変な意味以外ないやろそれ。一回戻って話そう。戻らへん言うてんねん。犯人濱家。おい濱家に犯人が入ってきてんねん。戻るぞ。戻らへん言うてんねん。帰るお前。みんなはお前がやったと疑ってるかもしれないが、ああ先生はちゃんと分かってる。お前はやってない。やってない言うてんねん。お前の中の悪い心がやってしまう。やってない。やってない。やってない言うてるやろお前。変な意味じゃない。変な意味じゃないから。変な意味やねんお前さっき言うてんの。とりあえず戻るぞ。戻らへん言うてんねん。戻るぞ。触んな。戻るぞ。触んなっつってんねん。信じてんねやろ俺のこと。結局信じてます。いや信じてないからこんなことなってんねやろお前。信じてます。クラスのみんな同様俺のこと疑ってんねやろ。先生はお前のこと信じてます。それやめろそれ。なんやねんそれ。どういうつもりやねん信じてますっていうの。いいから戻ろ。戻らへんつってんねん。触んな。甘いや。わかるぞ。いや気持ち悪いねお前。男がついてこんない。お前の気持ちはわかるけど、うん、な、うん探してる。探してるやん。給食費戻ろ。戻らへんつってんねん。とにかく戻ろ。気持ち悪いなお前。変な意味じゃなくて戻ろ。変な意味って何やねんさっきから言ってるやつ。それいいから戻るぞ。戻らへん言うてんねん。分かるだろ。戻って話しよう。触んな。戻るぞ。戻らへん。先生の気持ちが分かんないのか。何やねん急に。戻ってちゃんと話するぞ。戻らへんつってんねん。この分からずやが。体育の時間何してた。疑ってるやないか。
あれ、あいつ確かうちの学校の確か山内とかいうさえへんやつやな。何してんねん公園で一人で。あ、吉田さん。え、どうしたの急にこんなとこ呼び出して。ええ、私と付き合ってください。え、いや嘘でしょ。え、それは信じられないよ。吉田さんが俺みたいなやつと付き合いたいなんて本気で言ってるの。めちゃめちゃ嬉しいんですけど。学校一冴えない男山内が学校一のマドンナ吉田さんから告白された時の練習してる。公園で一人で。え、少しだけ座って話しませんか。何の練習やねんこれ。ちょっと座って話しよっか。どっちでもええやろそんな細かい。ちょいと座って話しまへんか。絶対ちゃうやん。なんでそんな急にコテコテの関西弁やの。これだ。違うよ、それじゃないよ。変な感じになるでそれ本番でやったら。え、緊張するね。何やこいつは。え、何、吉田さん。あ、吉田さん、あ、吉田さん、吉田さん。何された時の練習やんこれ。コブラツイストでもされてんのか吉田さんに。意味ないやろそんな練習しても。どうしたの吉田さん、急に泣き出して。何やその展開。え、私には倒さなきゃならない男がいる。どんな設定やねん。どういう設定それは。じゃあ俺が吉田さんの代わりにそいつ倒してくるよ。どう展開していくつもりやねんこいつ。やめて、無茶はしないで。心配いらないよ。なんでここだけ一人で二役やねん。統一せえ。実は俺こう見えて昔周りから般若の山内って呼ばれてたんだ。なんやそのあだ名。子供がつけられるあだ名ちゃうやろそれ。毎日毎日喧嘩ばっかりしてたよ。ふにょふにょやないか。喧嘩してきたやつの体つきちゃうやろそれ。父が弾みまくっとるから。なんやそのパンチ。相手ここにおらな成立せえへんやろそれ。どんな喧嘩してんねんおい。何が般若の山内やお前は。般若入ってる。般若の山内はほんまなんかな。般若の山内が本当の可能性出てきた。っていうかさ、さっきからそこで俺の練習ずっと見てる人誰。え、いや、なんか文句あるんだったら出てきて言ってよ。いや、なんで隠れてんの。気づいてた。いや、お前に言ってんだよ。おい、お前に言ってんだよ。これも練習やった。おい、びっくりした。誰だよお前。練習見つかった時の練習してる。うわ、はあ、怖い。え、見つかったら相当ヤバいかも。あいつ見つけたらこんなことするつもりじゃん。すごい怖いねんけど。見つかったらどうなるか分かったよね。だから自分から出てきてくれる。そしたら何にもしないから。どっち。お前に言ってんだよ。怖い。出てこいよ。隠れてるつもり。どっち。いや、丸見えなんだけど。いや、お前に言ってんだよ。なあ、怖いですよ。お前に言ってんだよ。うわ、練習見つかった時の練習、見つかった時の練習してる。見たことない使い方してる。こうなりたくないなら出てこいよ。やめて、もうこのループやめて。お前にずっと言ってんだぞ。お前に言ってんだ、出てこい。これも練習のはず。練習じゃねえよ。聞こえてる。お前に言ってんの。目合ってる気するもん。いや、目合ってる。いや、お前に言ってるもんだ。出てこい。目合ってる気する。お前に言ってるもんだ。分かる。お前、目合ってる。お前、どうされた。佐藤が死んだ。クラスです。遅くなりましてすいません。お待たせいたしました。めちゃめちゃ知ってたんだよ。ありがとうございました。どうもこんにちは、かまいたちです。よろしくお願いします。ありがとうございます。僕あの昔からなんですけどね。何ですか。怖い話を聞いてこう、うん、ゾッとする感覚が好きなんですよね。珍しい。あ、ちょっと珍しいかな、うん、いや普通怖い話聞いたらイラッとしますよね。珍しいね。お前の方が珍しいやろそれ。いや怖い話聞いたら、うん、なんやねんその話ってなって。ならへんならへん。そんなで壁とかバーンやってもらうの。怖いのよお前見て。いやもう目が決まってんのよ。ならない。
ならへんならへん、そんなだってほんまにゾッとする話なんかある？いや、たくさんありますよね。何？あのタクシードライバーの怖い話してますか？え？あるタクシードライバーが夜中人気の少ない山道を走ってるんです。あ、もうイラッとしてんけど。早いな、うん、何もイラッとするとこなかったやろ今。いや、どこ走ってんねんと思って。何が？いや、タクシーやんな。そうや。じゃあお客さんを乗せたいわけやろ、うん、なんで夜中人気のない山道を走ってんの？いや、そんなとこ誰も気になってない。いや、繁華街とか走った方がね、お客さん乗ってきますやんか、うん、いや、そうやね、夜中人気のない山道走ってる時点で、うん、ちょっと怖い体験しに行ってる。うるさいな、お前。冷めるやろ、お前、怖い体験しに行ってるとか。いや、売り上げに繋がれへん。誰が考えんねん、そんなの。そんなとこ走ってる。誰も気にしてないからいいんですよ。不自然やん。いいの、ほんでね、山道を走ってるんですよ。あ、だからなんで走ってんの？うるさいな。走ってる意味が分かれへんねん。イライラすんねん、そういうとこが。あ、分かった分かった。ほんなら山の上に家があって、そこにお客さんを送り届けました、うん、その帰り道やったから仕方なく人気の少ない山道を走ってたんよ、うん、ほなそれ言わなあかんよな。いや、だから、うん、いちいちそんな説明してたら冷めんのよ。いや、その説明がないから、うん、なんでそんなとこ走ってんねんやろってみんなイライラしてたやんか。お前だけやん。説明せえよ、そういうのは。お前だけやねん、イライラしてんの。そういう理由みたいですよ、ね、そういう理由で走ったんですよ。で、パッと前の方見たら、髪の毛の長い、顔の青白い、白い着物着た女の人が立ってるんですよ。で、その人を乗せるんですね。で、乗せて乗せんなや。なんやねん、いちいち。お化けやん。もうやめろよ。やめろ、途中で。いや、違う、まだ分からへんねん。いや、お前運転手やと乗せる？何が？俺がもしタクシーの運転手で、夜中人気のない山道、そんな女の人が立ってたら、あら、お化けやん。やめろよ。やめろ、お化けやつ。確定やん、あんな。やめろ、確定のお化けとか言うのはまだ分からへんねん。で、どこ行きますかって聞いても下向いて喋らないんですよ。お化けやから。やめろ。お前言うドライバーしゃあないな、もう車出すんですよ。で、走ってるのに。なんでやねん、どこに行きまんねん。なんやねん。わけわかりまへんねん、それ。コテコテの関西弁喋って。何を言うてまんねん。お前出身しまねえやろ、もう。お前な、いや、行き先も聞いてないの、うん、なんでタクシーが走り出せるの？喋れへんけど、とりあえず車出しただけやないか。目的地が分かってないやん。大体皆さんもそうやと思いますけどね、タクシー止めるときなんか自分の行きたい方向を走ってるタクシー止めるでしょ。反対方向のタクシーなんか止めないじゃないですか、うん、だからそうなんやろな、思ってドライバー車出したやん。普通はそうやけど、うん、今人気のない山道なんやろ、うん、ほなタクシーもそんな通ってないから、うん、反対方向のタクシーやけど、うん、とりあえず止めて、うん、U ターンして行ってもらおうと思ってた可能性あるやん。誰がそんなとこまで考えんの？タクシーあんま通ってないとき反対方向の止めるで。うるさいよ。つって回ってください言うの。ああ、もう U ターンできるよね。道幅なかったよ、ほんなら。もう車の幅しかない道幅やから、そのまますぐ行ったんや。いや、どっかでふもとまででしたね。ふもとまでも細い道やから、そのまますぐ行ったんや。じゃあ向こうから車来たら、それどうやってすれ違うわけ？何がや。どっちかが一旦山の下まで。そんなわけないよ。どんだけ時間かかんねん。すれ違いできひんで、この道幅で。向こうから車来へんねん。いや、なんでやねん、それ。一方通行やから。一方通過やから向こうから車けへんねん。じゃあ山の上の家には今どうやって行ってたの？いや、行きしこうバックで行ったの。そんなわけないやろ。危ないやろ、夜中の山にバックで入って行ったら。いや、この道幅の一方通行、ああ、山がこうあったり家がここにあって、こういう細い一方通行の道、こういう細い一方通行の道、その日本の道でできてる山や。何その山？もうええやろ。そんな山話進まへんねん。こう行ってこう行ってこう戻れないんですよ。黙れ。じゃあ戻ろう思ったらこう行ってこう行ってこう行くの。そういう山や。ないやん、そんな山。様子がおかしいなと思ってパッとミラー見たら、さっきまで乗ってたはずの女性が乗ってないんですよ。うん、しかも怖いことに、その女性が座ってたシートがびっしょり濡れてたんです。きったねえな。おしっこ漏らしてよ。おいおい。後部座席でエミブンやな。なんでエミブンやねん。なんだ、おしっこ漏らして怖いって。おしっこ漏らして何がエミブンやねん。おしっこ漏らして怖いってオチ何？これだから、それがおしっこちゃうねん。いや、だって普通に濡れてるだけやったら怖い話しちゃうよ。いろいろ想像したら怖なんねん。さっきの幽霊は海で溺れ死んだ幽霊やったんや。でも今山やろ。どういうこと？海で死んで山の方にこう。違う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 。ガッツが怖いってこと？ガッツが怖いってなんやねん。もうええわ、アドバイスでした。どうも、亀井です。よろしくお願いします。はい、僕あの昔からね、心理テストが好きでね。珍しい。あ、珍しい、うん、あ、そう。いや、普通心理テストなんか一回もしたことないですもんね。珍しい。一回ぐらいありますよね、皆さんね。あんなんでも当たります。なんかこう自分の意外な一面が分かって楽しいですよね。そんなんちょっと今なんか出してみて。一問やってみましょうか。当たるならやってみた。僕は今から問題出しますんで、皆さんも頭の中に答え一つ出してみてください、うん、スキーを滑っていて急な斜面を滑り出すときに、うん、あなたはどんな気持ちになりますか。まあ、何でもいいのでね、一つ答え出してみてください。はい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 、はい、思いつきましたか。はい、皆さんも大丈夫でしょう。いいですか。じゃあちょっと答え教えてください、うん、
滑り出さへんな。滑り出さへん、うん、なんかあの滑り出すような人間にはなりたくないって思った。あはいはいはい。これで何がわかるの？これはね、人を騙そうとする時の気持ちと同じですと。まあドキドキするとか、意外に平気だなとか。じゃあ、うん、滑り出すような人間になりたくないってことは、うん、人を騙すような人間になりたくないって俺は深層心理で思ってるってこと？まあ置き換えてみるとそうなるかもしれませんね。当たってるわ。まあこういうのがなんか丸裸にされた。あそう。すごい当たった、うん、こういうの楽しいんですよね。もう一問出して。またいきますか。こんな当たるって知らなかったんで。もう一問だけお付き合いください。暗い茂みの中でお地蔵さんを見つけました、はい、その時パッと頭に思い浮かべた人物は誰ですか？まあ誰でもいいのでね。あのパッ、はい、早いな、うん、もう浮かんだ、もう思いついた、うん、誰？ファンの方々やな。ファンの方々、うん、あの俺らのことを応援してくださってるファンの方々が浮かんだ。これで何がわかるの？思い浮かべた人物は普段あなたが一番大切に思っている人ですっていうの。お前問題知っとったやろ。ええやろか、しらじらしい。知らん。知らんわけない。回答が具体的すぎんねん。なんで好き言ってんのに滑りたくないって。帰れそんなやつ。なんか嫌だなと思ったから。お地蔵さん見かけてなんでファンの人たちのこと思い出すねん。おかしいや、言うてること。たまたま浮かんだの言っただけで。浮かんだからちゃうやんか。知ってたら知ってたって言うからもう一問出して。言えよちゃんと。知ってたら言う。ケーキがあります。ろうそくは何本立っていますか？1本。うん、これで何が分かる？1本であるべきやと思います。他にね、目移りなんかしたらあかん。これで一生1本。それが男の生き様でしょ。これで何が分かるの？ろうそくの数は一度に愛せる異性の数ですって、知ってたやろ。だからお前やめろ、その平庸のしらじらしい。ほんま知らん。知らんわけない。俺ケーキとろうそくの話しててんで、なんでお前男の生き様の話してんの？おかしいやん。ほんであれやめろお前、これで何が分かるんだよ。どういうつもりでやってんだ。聞いてるだけやから。聞いてるだけやから。そもそもお前が出すもんだ、俺が知ってるわけがないんだ。僕はネットで調べたようなやつやからね。お前見たことある。ほな疑うやったらネットに載ってないもんだ出したらええやん。マニアックなやつやな。出せよそれ。公園で雑誌を読み終えました、うん、その雑誌をどうしますか？それ俺答えなあかんか。知らんの丸出しやな。お前息を言わなくて全然答える。公園で読み終えたとしどうすんねん。それは公園に捨てる。はいはいはい、公園に捨てるね。公園ようなやつにはなりたくないっつってんの。な、勘違いしたらあかんで。公園に捨てたら公園のゴミになるから、俺は近くのコンビニに捨てる。コンビニね、うん、わけではなくね。わけではなく家に持って帰って捨てる。でもなく山の奥に捨てる。顔色見て答え変えるのやめろお前。やらしい。何やねんこれ、気持ち悪いお前。山の奥に捨てんの。山の奥に捨てる の答え。穴掘ってやで。何やねん。穴は掘ってやで。ちょっと待てよお前。穴掘ってちゃんと埋めて元通りにはするで。お前直感で答えなあかんねん、心理テストって。お前さっきまで公園で雑誌読んでてんだよ。今山奥で穴掘ってんねん。歩こうなこと。浮かんだから。それでええねんな、山奥に穴。その上に木も植える。長いな。ある程度です。長いな。そっちの方がエコやから。木？エコな木や。なエコキ。答え的にはエコキする。山の奥でエコキする。え、なんていうのこれ。エコキする。山の奥でエコキ。エコキしまんねん。山の奥でエコキしまんねん。山の奥でエコキしてもうてますさかい。よろしゅう頼んます。山の奥でエコキしてもうてるさかい、よろしゅう頼んます。一回やめて、山の奥でエコキする。やめてへんやん。山の奥でエコキする。でもう祈ってるやん。もういい回答であれって。公園で読み終えた雑誌が何を表しているかと言いますと、老後を迎えたあなたの両親を表していますと。まあ、両親をどうするかということですよね。彼の場合山の奥の方へ連れて行き、穴を掘り埋めてきれいにして木を植え、エコキするそうですね。当たってるわ。当たってんのかい。もうええわ。どうもありがとうございました。何やねんそれ。お前おもろいことばっか言うな。あ、そや、この間2人で宝くじ買うたやん。あれ今日当選発表やで。
あれ今日な。今日やで。あ、ちょっと見ようや。ほら、更新分もちょうどあるし、ほらほらほら。見よう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 。ちょっと2つに分けよう。あ、もう。ええよ。うん。オッケー。どっちにする？あれ、こっちでいい。うん。よし、見ようぜ。うん。なかなか当たらへんからな、宝くじなんか。簡単に当たるもんちゃうからな。もう夢やからな、こんなんは。ドリーム言うてるからな。え？ちょっと待って。ん？10も当たってる。え？いや、ほら、これ。一緒やろ。うわ、マジや！やった！うわ、すごい！すげえ！プラス！もうプラス！ほんまや！うわ、でっか！身近でこんなでかいの当たってるやつ初めて見た。いや、俺も初めて。すげえな！でっか！じゃあ5万5万やな。なんで？え、なんで？いや、いや、分けたやん、今。いや、見るの分けただけやん。2人で金出したやん、これ。いや、2人で金出したけど、今もう2つに分けたやんか。いや、これ俺のやで。え？うわ、俺が10万当たって喜んでくれてる思ったのに、もらえる思ってた。うわ、きつい。いや、会うてる感じ。お前が会うてる感じで喋らんとって。いや、ちょっとやめて、そんなん言うの。金で揉めたないわ。何こいつ。いや、見るん分けただけやん。いやいや、見るんとか言うてないし、分けよって言ったし俺。ちょ、マジでやめよ、そういうの。仲悪なるやん。いや、お前のせいやん。ほんまやめよ、もうしゃあないって、それ。だからお前友達に少ないねん。え、まあ、でも10も当たったからな。え、ちょっと待って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 。何？ちょっと待って。うん。1000万当たってる！よし！よし！よっしゃー！よし！ほら、もう1000万、ほら。ほら、42、ほら。あ、本当だ。よっしゃー！何買おうかな。1000万やって、どうしよう。震えてきた。すごいな。すげえ、1000万やって。え、ちょっと待って、でかい。でっか。500、500？ お前、いかついな。もう、いかついな。え？いえ、お前さ、え、違う、ガタイのこと言うてんじゃん。俺の方がいかついし、ガタイやったら。え、何？いや、お前さっき10万分けへんかったやん。あ、そっか。あ、500、510か。そっか。また10万分ける気ないやん。10万を自分の方が余分に取ろうとしてる。いや、分けへんだよ、俺。いや、やっぱ。お前が言い出したことやから。ちゃうね。額がでかいから。関係ない。額とか関係ない。これこそほんま変な感じなんだよ。いや、お前が言う。ほんまに変な感じなんだよ。お前があの時10万半分にして5万5万にしてたら俺は500万。おかしいこと、そんなこと。あ、ごめん。あ、どうしよう。ごめん。浜くん、ごめんって。浜くん。あー、暇やなー。何もやることあれへんなー。あれ、肥満中やな。肥満中、肥満中。あれ、またえあれ、お腹、うん、最近肥満中やな、ね、え、うん、え、どないしたん、どないしたん。お腹大丈夫？うん、ちょっと出てきてるけど大丈夫やで、ね、うん、あ、そうなん。そや、この間2人で買った宝くじあったやん。あれ今日当選発表やで、見ようや。新聞もちょうどあるし、見よう。あれ今日やな。お、見よう。よし、見ようぜ。お、あ、じゃあさ、2つに分けへん。あ、分け、ええよ、ええよ。で、当たった人のもんにせえへん。当たった人のもん、うん、あ、2つに分けて。なるほど、当たった方を持ってた方がもう全部もらえる。そう、全部もらえる方にせえへん。ええよ、ええよ、そっちのスリルあるし。裏みっこなしにせえへん。え、自分どっち、そっちでいい。これでええよ。あ、じゃあ俺そっちにするわ。え、うん、俺こっちにするわ。いい？いや、別に構わへんけど。いい？あ、じゃあほんま恨みっこなしで。ええよ。よし。なやっぱなかなか当たらへんからな。せやねん、なかなかこんなん当たるもんちゃうねんな、うん、あれ、え、また10万当たってる。うわ、俺1000万当たってる。1000万当たってる、どうしよう。おかしい。いや、お前が分けようって言って。いや、分けようって一回変えたもん。言わんかったら俺一回変えてんか。何変えたって。一回変えてんか。いや、分からへん、そんなこと言われても。500円でも言わんかったら500だったけど。お前おかしいやろ。ごめん、浜くん。でも、一回変えたのに、また浜くんに当たるからさ、俺もしたくなかったけどさ。あー、暇やな。何にもすることないな。肥満中やな。全然笑わへんやん。いや、3回目やからな。何3回目やん。いや、なんでもない。あ、じゃあこの間こうだ、宝くじあるやん。あれ今日当選発表やで、見よ、うん、なあ、見よか。ここの新聞もちょうどここにあるし、うん、見ようぜ。あ、
そうやな。見よ。見るけど、とりあえず、まず2つには分けよ。2つに分けよ。で、当たった人のもんにしよう。あ、当たった人のもん、スリルあるし。こっち当たってたらもう全部俺のもん。あ、だからこっち当てたら俺のもん。全部俺のもん。それでいい？スリルあるし、それでいいよ。そっちでいい？こっちでいいよ。じゃあ俺、そっちにするわ。うん。で、こっちにする。何やねん。何やねん、お前。うん、いや別にええけど、いい、ごめんな、ごめんな、見よう、いや1枚目で10万当たってる。10万も当たったん。いや1枚目で当たってもうてんねん。なんでテンション下がってんの。10万円でめっちゃでかいやん。10万なんか、いや10万じゃ、いや、それやったら買えへん。え、マジで。このタバゴとさ、ええの。いや絶対当たってんねんね、うん、10万。うん、え、何いい？ええよ、全然よ、全然よ。逆にいい？何逆にいいって。いや、ええよ、全然。変えてもらって。10万確定してるから。うん。ええよ。いい？全然ええよ。もうほんま、もうこれで終わりやで。ええよ。もう絶対そっちだ。これ10万ほんなら俺もらってええねん。あ、いいよ、いいよ。ええよ、いいよ。やったー！来たー！やったー！何やこいつ。ちゃうやん。あれ？あれ？あれ？10万10本と100万9本当たってる。1000万当たってるー！よし！あ、ちょちょ。だって、おかしいやん。そんな当たり方せえへんやん、普通。俺もしたなかってんで、ほんまは。あー、暇やな。何もすることないな。暇んちやな。え今言おうと思ってて。すげえな、お前。あ、ほんま。で、あれやで、今日宝くじ発表やからさ、この新聞で見ようや。どないしたん、段取りがすごいな。見よう、見よう。うん、宝くじこれ見よう。ここあるやろ、うん、あ、見ようぜ。見よう。ほんで、うん、5等分しようと思ってんねん。まずくじを。5等分、うん、なんでそんなややこしいの。1、2、3、4、5。で、じゃんけんして、勝った人から1束ずつ取っていこう。めっちゃややこしいことするやん。うん、で、もうその束はその人のもん。当たったらその人のもん、うん、あ、ええよ、スリルあるし。いい、うん、じゃあそれでいこっか。じゃんけん、もうほんま恨みっこなしでいこう。あ、ええよ。最初はグーじゃんけん、はい、あー、じゃあ、そう、負けた。この束か、もう一回いこうか。もうお前千葉尻すぎてんねんけど。千葉尻1やな。いや初めて聞いたから。もう一回いこうか。最初はグーじゃんけん、はい、あー、めっちゃ強い。もう何こいつ。いや、そんな当たってるかどうか分からんのに目ちばしってさ、それ。もう一回いこう。最初はグッ、じゃんけん、はい、わあ、強っ。危機迫るもんがあるな、お前強っ。いや、何喋らんようなんだ。最初はグッ、じゃんけん、はい、ああ強い。あと一玉しかない。最初はグッ、じゃんけん、はい、おーいし、とりあえず一束、うん、まあまあええよ、一束ぐらいはな。見よう。よし、ごめんな、なんか四束もいってもって。いや、もうじゃんけんやからしゃあないよ、そんな。よしよしよし、うん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 。いやー、なになに、え、なに、何？ちょっとせーので、うん、いくら当たってたか言い合う？おう、言い合おうか。言い合おうか。うん、せーの、1010万。いや、だからおかしいやろ、お前は。ごめん。だってな、じゃんけんは俺が勝ってん。じゃんけんは俺が勝ってんで、反映されてないやんか、そこが。あー、暇やな。暇んち宝くじ。全部思ってたやつ言うた。あ、ほんま、すげえな。今日発表やねん。発表やね、うん。だから見よ、うん、で、ちょ、提案あってさ、うん、なんか変なこと言うてんなと思うかもしれんけど、うん、1000万当たった俺のもんにしていい？え、うん、何それ。いや、分かる分かる。あかんよ、変なこと。いや、分かんねんけど、1000万以外はもう自分でええから。その100円とか300円とか、あの1000円とか5000円とか、よう当たるやんか。おうおう、あんなもん全部自分でええから。マジで？俺1000万だけ。
1000万だけ、まあ、確かに1000万なんかそうそう当たるもんちゃうから当たらへんやろあんなもん。いや別にだからそこだけちょっとやってみようかなと思って。いやまあまあかまへんよ別に。いい1000万当たったらなちょうだい。あ、いいよ、いい、うん、いいよ。これほんまにもう約束やで。もううるさいな。ほんまにやで。わかったよ。じゃあ、うん、見ようか。はい、やりました。1000万。マジで？はい、これ、これ、はい、これ。マジで？はい、これです。ごめんな。お前、何今の、直感？いや、直感っていうか、なんか、うん。すげえな、マジで当たる1000万。うん、いや、なんか、そういうのしてみようかなと思って。うわぁ、半分こう言うといてよかった。でももう、ごめんな、なんか、ごめんな。最悪や。ジュースとか買うから。ジュース1000万でジュース、ね、でももう約束したからさ分けへんっていうのは。お前いかつい直感やな。ごめんごめんごめん、やっとや。えやっとや。ちょっと待って。ん1億5000万当たってる、うん、1億5000万当たってる。よっしゃーよし1000万以外やから1億5000万は僕のもの。よし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 。それやったら話変わってくるやろ。ごめん、だってな1億5000万な今まで当たってなかったんな。そんななかったんなかったんやんか。あー暇やな。何にもすること。あ、間違えた、間違えた、ごめん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 、何もしなかった。間違えた、暇やな、何もすることないな、暇んちやな。よいしょ。何よいしょって。いや全然、うん、何やねん。いやごめんごめん、まあ、最近暇んちやねんけどな。あんま笑ってくれへんな。知ってるってだから。え、何知ってるって。何や、何でもない何でもない。あ、そや、今日そういえば宝くじの当選発表やで、うん、新聞あるし見ようぜ、うん、当たってるかな。もう宝くじやめよう。え、もう宝くじやめよう。これいや、なんで、何や、もうちょっと触んなって。え、こんなんあるからな、揉めたりすんねん。金で自分と揉めたないねん。いや当たってるかどうか、いや、ちょ当たってるかどうかもわからんやん。まだもうこんなんいらんねん。いるよ、こんなんあるからな。戦争とか始まんねん。もう全部これや、宝くじ。もうやめよう。いや当たってるかどうかわからんやん。いやもう宝くじやめよう。自分とな、自分とな、金のことで揉めたないねん。いや当たってるかどうかわからん。俺な、自分のことほんまに親友や思てんねん。ほんまに、ほんまに自分しか親友おらへんねん。自分とずっと仲良くしたいねん。俺そこまで思ってへんし、お前のこと。こんなん急にしてそんなこと言い出してめちゃめちゃ気持ち悪いね。気持ち悪い。いや気持ち悪い、気持ち悪い。もうどっか行こう、気持ち悪い。おわお前、もう最悪。最近うちのクラスのマドンナの佐々木さんの机が誰かに荒らされてるかも。おいおい、あれみんなは、あ、なんかちょっと遅れてくる言うとった。あ、ほんま待ちました。すいません、本日はどのような感じにしましょうか。え、あのヘアスタイルどんな感じにしましょうかね。あ、どんな感じにしましょうかねじゃなくて、僕を見てもらってどういうヘアスタイルが似合うかをまず提案してもらっていいですか。僕がですか。はい、それ聞いた上で僕が自分の意見を提案します。僕が提案するんですか。はい、え、そのカットする代金に、はい、そのデザイン料みたいなんて含まれてますよね。いや、まあデザイン料、そうですね。お客さんが提案しないといけないんですか。他の美容室では美容師さんが提案してきてくれたりしたんで、いやデザイン料が含まれてると思ってるんですよ。でもしデザイン料が含まれてるとしたら、僕がデザインを提案した場合、そのデザイン料分のカット代金は返ってくるんですか。来ないですよね。じゃあ提案してほしいんです。じゃあ、サイドの方をちょっと短くしてトップをボリューム出す感じとかどうですかね。嫌です。そうですか。
どうしましょうかね。じゃあサイドを、はい、サイドをちょっと短くしようかなと思ったんです、うん、それが嫌です。サイドはある程度残してほしいです。あ、じゃあサイドはある程度残しましょう、はい、でトップボリューム出る感じがちょっと嫌なんですよね。そうです、はいはいはい。どうしましょうかね。ボリューム出る感じは嫌です。じゃあボリューム出ない軽い感じでいかせていただきましょうかね、はい、じゃあサイドもあんまり短くせず、うん、上は軽い感じでいかせていただくんですね、うん、はい、それでよろしかったでしょうかね。それ自分の意見入ってへんやん。いや自分の意見それ自分のデザイン入ってへんやん。まあ、お客さん、俺が提案して、ね、はい、いやお客さんそう言いますけど実際髪型はこうした方がいいですよっていうのないの。それが、サイドを短くしてトップにボリュームを持たせるという形。それ嫌です。いや自分の意見ないやん。な、俺がしてって言ったら全部すんの。いや、お客さん、いや、ほな俺が丸刈りにして前髪30本ぐらいだけ残してここなんかナイキのロゴみたいにしたいんですけど言ったらすんの。止めるやろ普通。止めなあかんやろそんなんされたら。なあ、そやろ。ほな言わなあかんやんけお前。ほんで俺文句言うてんねんか、前来いよお前。俺ちょっと後ろ向いてるから痛いやんけ首が。前来いよお前、前来て謝れよお前。おい真後ろ行ってるやんけお前。前来いよこら。お前舐めてんなもう。いやちょっとおいおい。何にするつもりですか。もう自分で切るわ。何じゃこの客。めっちゃ暇やな。暇んちゅうやな。あれ、あれうちのクラスの確か山内とかいうさえへんやつやな。何してんねんこんなとこで。あ、吉田さん。え、どうしたの急にこんなとこに呼び出して。ええ、私と付き合ってください。ええ、嘘でしょ。いやそれは信じられないよ。吉田さんが俺みたいなやつと付き合いたいだなんて本気で言ってるの。えめちゃめちゃ嬉しいんですけど。うちのクラスの冴えへん男山内が学校一のマドンナ吉田さんから告白された時の練習してる。一人で公園で一人で。え、ちょっと座って話しませんか。何の練習やねんこれ。ちょっと座って話しよっか。どっちでもええやろその言い方は。ちょいと座って話しまへんか。絶対違うやろそれ。これだ。違うって変やで、その関西弁急に。え、何してんねんこいつ。なんか緊張するね。え、え、え、何、何、あ、あ、あ、吉田さん、あ、吉田さん、あ、吉田さん。それ何をされた練習やねん吉田さんに。コブラツイストみたいなのかけられてる。え、あ、吉田さん急に泣き出してどうしたの。何この展開。え、私には倒さなきゃいけない男がいる。むちゃくちゃな展開や。それいる、その練習本番けえへんで。それ多分わかった。じゃあ俺が吉田さんの代わりにそいつ倒してあげるよ。何やそれ。大丈夫、俺はこう見えて昔周りから般若の山内って呼ばれてたんだ。嘘つけ、お前みたいなメガネのさえへんやつが。毎日毎日喧嘩ばっかりしてたよ。ぷにょぷにょやないか。喧嘩してたやつのか。おい、揺れてる揺れてる。父が揺れてんねん。お前それ敵どこにおる想定やねん。ものすごい近いところで喧嘩してるやん。はぁ、あ、はぁはぁじゃねん。あ、ハンニャ入ってる。背中にハンニャ入ってる。ハンニャの山内って呼ばれてたことだけはほんまかも。何あいつ。っていうかさ、何やあいつは。さっきからそこで俺の練習ずっと見てるの誰。え、なんか言いたいことがあるなら出てきて言えよ。バレてたってこと。なんでずっと見てんのなあ。いや、お前に言ってんだよなあ。お前に言ってんだよ。俺も練習やった。
何なんだよお前。練習見られてた時の練習やった。おら、見つかったらめちゃくちゃやばいかも。スタンガン持ち歩いてるあいつ、見つかったらビリビリビリってするよっていうこと？見つかったらどうなるか分かったよね。自分から出てきてくれる？どっち？ねえ、お前に言ってんだよ。どっち？分かるだろ？どっち？早く出てこいよ。お前に言ってんだよ。お前に言ってんだよ。練習だ。よかった。見たことないスタンガンの使い方してる。撫でるようにスタンガン使ってる。こうなりたくないなら出てこいよ。やめて。お前に言ってんだぞ。もうやめて。もうわかるだろ。どっち？どっちじゃねえよ。聞こえてる。お前しかいないだろ。目合ってるもん。なあ。目合ってんだ。目合ってるもんな。お前に言ってるからわかるだろ。なあ、お前なんだよ。お前なあ、お前に言ってんだ。耐えた。さあ、ということでお疲れ様でした。はい、告白の練習のコントでしたね。時間何分でした？やっぱその年数経ても4分ぐらいに仕上がってるもんやな。キングオブコント仕上がりしてるからね。そうやな、うん、してるもんやね。いや、これは、うん、なんやろ、最後まで諦めないという気持ちが生み出したコントというイメージがあって、この年、うん、さあキングオブコントで、うん、ウェットスーツのネタをしようってなってた年なんですよ、はい、ただもう一本がなくて、うん、でウェットスーツはいけると思うねんけどなという状態で、準決勝のほんまに1週間前か10日前ぐらいかな、うん、10日前ぐらいに単独ライブがあって、うん、そこで作ったネタなんですね、うん、もうちょい前かもわからんけど結構ギリギリやったやん、キンキンやってな。だからなんか準決勝あるから、うん、単独ライブでやったネタは間に合わないだろうなと思いながら単独ライブしたんですけど、うんうん、感触が良かったから、うん、これ準決勝間に合わせれるんちゃうかっていうので、そうそうそう、ちょっと直しただけですぐこの形になって、そう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 、いけたんですよね、うん、なんかもう一本なあってんな、ウェットスーツともう一本なんかやる予定かな、うん、これかなっていうのがあったんですけど、それをもう急遽捨ててこっちにした、うん、やったな。バーベキューのネタかなんかやったっけ。バーベキューかな、なんかやろうって言ったな、うんうん、いやなんか単独でやった時に多分20分ぐらいやったのかな、そうそうそう、このコント。そう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 、20分ぐらいずっとやって、うん、でもずっと受けてる感じやったから、うん、これは4分にしたら相当いいなという感じでしたね。そう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 やね。いやなんかすごい思い出深い。キングオブコントもこれを1本目にやっての2本目ウェットスーツやったから多分優勝できたんですよ。そうやな、ほんま運ですね。だから、うん、逆やったら優勝できてなかったと思う。この順番 で出番順もめちゃめちゃいい出番順で僕ら出させてもらった。そう、3番目やったかな、4番目かな、3番目かな、そう、全てが噛み合った。そうじゃないとやっぱ優勝ってできないんですよ、大会での、うんうん、これらがもう本当に何やろ、どこでやってもこれ受けたよ。営業先とかでやっても受けたし、ね、うん、若手漫才劇場とかでやっても受けるし、うん、こう全部に対応した絶対受けるネタやったんで。だから本当公民館での営業とかは基本的に漫才するんですよ、うん、やっぱお客さんともこう喋れるし、漫才やったら、はい、コントやったらこっち入り込むから無理なんですけど、キングオブコント前はほんまにずっと営業先でもコントやってて、おじいちゃんおばあちゃんの前でもコントやってたから、うん、ちょっとポカンとしてる時もあったけどね、うんうん、その中でもまあ感触は良かったっていう感じだな。おじいちゃんおばあちゃんの前でウェットスーツのネタやった時はもうとんでもなくポカンとしてた、膝の心配しかしてなかったお年寄りはそうだから、その時はね、そうそう、キングオブコントの直前最後にかけた舞台が、うん、安の公民館やった。公民館、高槻かますやつかな、どっかのちょっと離れた場所の会館でずる滑りして行ってんな。そう、ウェットスーツ着てたよね。
だからもうこれが1本目で跳ねなかったら優勝は無理だなと思ってたんですけど、1本目めちゃくちゃ高得点で、うんうんうん、そこで一気に流れに乗って、うん、あれが賞レースの勝ち方だっていうのをね GAG に分かってほしいですチャンネル登録お願いします。言うたるな、勉強してるって GAG もこうやって1本目弾みつけていくんだぞっていう、なんかこの間も GAG が M1 の準々決勝か、うん、あ負けたやん、うん、敗退してしまった後に会って、うん、福井に残念やったなって言ったら、すぐにあのネタを見た山内さんから、うん、あのダメ出しの LINE いただきましたって言ってた来たろ、あ、誰か来た、誰か来た、あれあれ、うちのクラスの山内やんけ、何してんねん、キョロ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 、え、おい佐々木さんの机見てるやん、おい、おマジか、おいマジか、マジか、おい、え、気持ち悪い、マジか、おい、こいつやったんか、佐々木さんの机荒らしてた犯人、こいつ許されへんな、マジで、佐々木さんの気持ちか、え、笛うま、え、めちゃめちゃ混乱してる俺今、気持ち悪いと思ってたのに今ちょっと尊敬しそうになってる、え、どういうこと今の、おいマジか、こいつ笛だけじゃ飽き足らずピアニカまで行く気ちゃうか、マジか、おい、そんなとこ舐める、食べてるの、何、な、うわ、おい、ホース食うてるやん、同級生がホース食うてる、何この映像、おいおい、手品やん、もう国旗ついてたら手品やで、それ手品のやつやで、マジかこいつ、この佐々木さんの気持ち考えた、え、嘘やろ、マジで、ピアニカうま、こいつなんやねん、マジで気持ち悪いな、もうおい、それはあかんぞ、持って帰るのは窃盗やぞ、お前窃盗やぞ、持って帰ったらさすがにこれは言わなあかんな、おダブルで舐めてるやん、ダブルで舐めてるやん、もうこいつ気持ち悪いわ、え、嘘やろ、嘘やろ、楽器に愛されてる、いや、それラシードーまでしか出えへんことない、それリコーダーの方はラシードーまでしか出えへんやろ、ラシードーでやってんの今、ラシードーでやってんのってどうなってんの今、え、肺活量届いてるっていうこと、その位置から肺活量が届いてんの、リコーダーとピアニカに、何こいつ顔やばいやろ、おい、どういうことこれ、え、おいおい、あ、濱家くん、え、え、え、見て、見てたの、誰にも言わないで、いや言わないでって言われても、僕が学級前の内緒にして、そっち、お願い、そっちバレたないの、みんなに吹いてとか言われるからさ、いや言わないで約束だよ、で学級前のが言われたら嫌やねんな、嫌だからさ言わないで約束、まあ、約束するわそれは、よかった、でもその前のあのリコーダーペロペロとかピアニカペロペロってしてたんは言うで、うん、あ、それ、うんうん、いやそれも言わないで、それもやっぱりな、今まで奥さんが来てたけど、もう最終チェックだけやから最後旦那さんが笑い方気持ち悪いね、気持ち悪いよ笑い方、いやうふふじゃなくて、でも母さんの子守歌もう一度聞きたかったな、まあ、かわいそうなやつではあるなお前はな、かわいそうやな、せーぼねぼりぼり
どんな子守歌それ。せーぼねぼりぼりぼり。怖すぎるから子守歌怖いからもう。まあかわいそうなやつだよな。分かった、ほんなら俺が友達になったろ。ほんと友達になったら嬉しい。笑うな笑うな、笑うな気持ち悪いから笑い方は。嬉しい。名前なんていうね。ヤモラヤモラヤモラ、あの、野獣の矢に魔物の魔にめっちゃ怖いやん、お前ローマ字でラ。どんな名前やねん。行き切ったパンクバンドみたいな名前やん。覚えて。魔物の魔って何やねん、お前。魔物の魔は魔の、魔のやろ。あれごまかす、ごまかすなよ、お前。いや、人間来てる。あ、ちょっと何、銃持った人間。いや、こいつはあの、悪いやつじゃなくて、大丈夫やから。俺も、お前に背中向けるの怖なってくるから、そうなったら。大丈夫、大丈夫。じゃあ、こいつはあの、見た目こんなんなんですけど、心は優しいやつなんで、じゃあ、撃たないでください撃たないでくださいパッ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 。やっほらーヤモラ大丈夫か。ごめん。いやごめんじゃん、悪いの人間の方やから。ごめん。何に謝ってんねん。思いっきり毒の爪刺してめちゃめちゃ刺さってるやん。もうええわ、どうでした。先生お願いします。ね、あのね、トップデモでもね関係ないですよ。関係ないんだよね。頑張っていきましょうね。ちょっとこの間 ねすごい落としましたね。もうね、これはね優勝ですよ、これ。そうねえ、いや、よかったですよ。初登場のコンビやったらね、対応できてませんけどね、僕ら申し子やから対応できるんですよ、これ。ありがとうございますね。すいません。びっくりした。何いやね、ちょっとね、この間めちゃめちゃ怖い体験したんですよ。今の？いや、違う。確かに、今までで一番怖かったけど。何めちゃめちゃ怖い体験したんですよ。え、それ、お前、お化け系か？お化け系の話なんですよ。お化け系！来たね。何してんねん、お前。いや、じゃあお前にびっくりしてんねん、お前。いや、ちょっとお化け系の話好きやからテンション上がってもらう。あ、そうな。ちょっとね、この間ね。どんな怖い話？そうそう、地元の友達の家にね、久々に遊びに行ったんですよ。もう怖い。何が怖いの？なんか怖かった今の。友達の家。いや、怖ないな、もう。それはどういう友達？あ、それね、中学校の時からの友達でね、見た目はね、お相撲さんぐらいガッと太ってるんですけどね、名前が高橋ってやつなんですよね。なんていう名前でお相撲さんをしてるの？いや、お相撲さんじゃないよ。話聞いてた？お相撲さんぐらい太った地元の友達の高橋ってやつ。うん、だから俺が聞いてんのは、何の海とか何の山って言うの？お相撲さんじゃないよって言ってんの。なんでお相撲さんや思ってんの？お相撲さんじゃない、地元の友達の高橋や。まだ勝ち越ししてないからお相撲さん。お相撲さんじゃないって言ってんの。なんでお相撲さんや思ってんの？もともとお相撲さんじゃないの？あの人まだ勝ち越ししてないから一人前のお相撲さんじゃないとかじゃないの？お相撲さんじゃないの？アマチュアのお相撲さん。いや、お相撲さんじゃないの。あの子毎日毎日頑張って稽古してやるけど、アマチュアやったらまだ本物のお相撲さんじゃないじゃないの？お相撲さんじゃないの？お相撲さんじゃないねんな。で、ちょっと腹減ったやろってね、鍋作ってくれたんですよね。ちゃんこ？お相撲さんじゃないねん。お相撲さんじゃないねん。ちゃんこ出てきた。おかみさんが作ったちゃんこ鍋とかじゃないねん。お相撲さんじゃないねん。部屋には所属してない。お相撲さんじゃないねん。あの人まだ部屋所属してないから、ほんならお相撲、あ、でもフリーのお相撲さんが、いや、フリーのお相撲さんなんか聞いたことないからお相撲さんじゃないじゃないの。お相撲さんじゃないねん。お相撲さんじゃないねん。やめて、今はちゃんこ屋を。お相撲さんじゃないねん。あの人もともとお相撲さんやったけど、その知識を生かして今オーナーにはちゃんこ屋のオーナーに出ました。だからお相撲さんじゃないじゃない。お相撲さんじゃないねん。お相撲さんじゃないの。ほんでね、ちょっと夜遅なったから寝ていけよって部屋に布団を引いてますね。部屋？お相撲さんじゃないの。いやいや、相撲部屋じゃないね。お前が思ってるのはちゃうんです。高砂部屋。いや、相撲部屋じゃない。相撲部屋じゃない。高砂部屋。高橋の部屋や。俺の地元の友達の高橋の部屋。お相撲さんじゃないね。ね、ほんで寝てたらね、寒気すぎて嫌な予感したんですよ。パッと目開けたらね、僕の枕元に白い着物着た女の人立ってたんですよね。で、そのどんぐらい白かった？え？着物はどんぐらい白かった？お豆腐ぐらい白かったよ。お醤油かけた？お豆腐じゃないの。お豆腐じゃないね。なんでそっちぐっと引っ張られるの？お豆腐じゃないよ。ネギが乗ってなかった？お豆腐じゃないね。ネギ乗ってないから冷やこじゃないから、お豆腐じゃないじゃない。お豆腐じゃないの。お豆腐じゃないよ。お豆腐じゃないね。木綿か。お豆腐じゃないの。俺絹ごし豆腐好きやから木綿豆腐なんてお豆腐じゃないじゃない。お豆腐じゃないの。お豆腐じゃないの。な、ほんでね、その女の子の顔見たら目のとこボッコン腫れてあるんですよ。どんぐらい？言わへん言わへん。ほんとに。いやいや、ちょ、気になるから。その女の子ね。殴られたボクサーぐらい。言わへん言わへん。邪魔。ボクサーぐらいよ、ほんなら。ムキムキやった。そうなるやろ、お前。ボクサーじゃないね。ボクサーじゃないの。素人を殴って。ボクサーじゃないの。もともとボクサーやったけど、素人に手出したからボロのライスで剥奪されました。だからボクサーじゃない、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 じゃない
どうもかまいたちです。よろしくお願いします。ちょっとこの間珍しい店見つけまして、はいはいはい、飲食店でね、うん、タトゥーの方入店お断りって張り紙してる店があったんです。飲食店で珍しいな。珍しいですね。なんか海とかだったら分かるんですけど、銭湯とかね。そうそうそう、服着てんのに飲食店やから、うん、どうやってチェックすんのかなとか、なるほどね、ほんまに断んのかなとか、なんかいろいろ気になったから。気になりますね。お前ちょっとタトゥー入れてその店行ってみてくれ、うんうん、なんでやねん。頭おかしいんかお前。37やぞ俺。入れへんよタトゥーなんか。なんでやねん。ボケてへん。そんなええねん。いいいい、なんやなんやなんや、39やでって。何でも突っ込まなあかん思てる2年目の若手かお前。何やそんな。あかんのやっぱり。あかんよそんな。ほなさ、お金なんぼもらえるんやったらやってくれ。いや違う、お金の話じゃない。いやいやってタトゥー入れんのが。わかんねんけど、うん、何でもそうやけど、こんだけくれるんやったらマジでやりますっていう金額あるやん。いやあるやん。だからそれタトゥーで断られても断られなくても言えん。わかんねんけど、こんだけマジでくれるんやったらこれやるって金額教えて。だって1億円もらったら誰でもタトゥー入れるんちゃう。1億円くれたらタトゥー入れるよ俺も。それ誰が払うねん。あ、お前がタトゥー入れて店行くために1億円、それ誰が払うねん。おキングオブコント優勝して1000万円、ほな10連覇してお前に1億円渡してタトゥー入れてもらう。なんやそれ。これごめんね。なんなの。なんなの。どういうやつ。なんかカッてなったら頭真っ白になっちゃう。やばいやん。ごめん。反射的に犯罪を犯すようなタイプのやつや。俺も悪かった。お前だけやん。俺何にも悪ないやん。やっぱり腕に入れて目立つのが嫌ってことやね。いや俺そんな話してないや、うん、タトゥーが嫌やつってん。ほな目立たへん場所やったらどう。いやどうじゃなくて、目立てへん場所でもタトゥーは入れへん、うん、でもお尻の割れ目のこう開いたここに龍のタトゥーやったら考えてくれる、うん、それ何のタトゥーなんそれ、うん、だからデザインとしてはお尻の穴から龍がこう出てきてる、うん、何のタトゥーやん。じゃあ龍が入っていって何やねんそれ。行き先気になるやろ龍の。でもこっちの龍かこっちの龍かやったらどっち、うん、何の二択やねんこっち。でも二択でこっちの龍かこっちの龍やったら入れるならどっち。いやそれやったらまたこっちの龍やろお前。それ何のタトゥーやねん。俺な、いやいやもうお前店入った時に入店断られるかどうか知りたい言うてんねん。こないなとこになタトゥー入れてそれ何になんねん、目的なんや。ほなあれか、お前店員が店入った瞬間すいません言うて、うん、お客さんのお尻バカ開いてタトゥー入ってます帰ってください言うかこれ。ごめんね。何やねんマジで怖いねんけど。何ちょっと一旦座る。座らへんて。ごめんごめん。本当何なん目的教えて。俺も反省するとこが多いです。お前だけやねん。俺何にも反省するとこないねん。もうやめてこの話。やっぱ痛いのが嫌ってことか。言ってへんやそんなこと、うん、ほ な痛くないタトゥーがあったとしたらどう。ないやんそんなタトゥー。いやでももし痛くないタトゥーがあったら考えてくれる。痛くないタトゥーあったら入れたろ、ね、ほんなら痛いに決まってるやろ。針刺しとんねん。針刺してんの痛くないタトゥーってあるか。ほな針刺して痛くない、もう死んどるかな。何も言わねえのかこいつ。反論できへんのかお前。お前はどうやったらやってる。もういいですわ。もういいですわ。ごめんね、ごめんね。どうもかまいたちです。よろしくお願いします。正月早々あれなんですけど、はいはい、ちょっとこの間すごい腹立つことありまして、どうした。行列ができてるお店に並んでたんですよ。ほうほうほう。そしたらね、生まれて初めてなんですけど、はい、自分の目の前に割り込みをされたんです。一つ目の前に。そう、あんま経験せえへんな。ないやろ。うん、ないない。なんかちょっと前の方で割り込みしてるなとか見たことあったんですけど、まあ、たまに人のやつとか見ますけどね。自分の目の前に割り込みってされたことがなくて、うん、僕も経験ないですね。ないよね。ないないない。なんか後ろの方で割り込みしてるなとかも見たことあったんやけど、うん、まあそれも人のやつね。そう、自分の目の前に割り込みってされたことがなかった。それぐらい珍しいんですよね。で、思い返してみたら、うん、目の前の目の前に割り込みされたこともなかったんですよね。二つ目の前、ね、そうそうそう、はいはいはい、だから自分の目の前に割り込みってされたことがないな、うん、まあ、それぐらい珍しいことなんですよね。で結局自分の目の前に割り込みされる、うん、いつまで目の前の話してんの。割り込まれてどないしたか聞きたいねん。それすごい腹立って。それ腹立つわ。すぐ注意はしたんですけどね、思い出してもまた腹が立つんですよ。まあそれでも注意したからっていうのもあるけどな。なんかそういう連中にはもう喋りかけない方がいいねん。お前みたいに後引くから。だからそういう時は無視するのが一番ちゃう。なんかええ格好してない。いやいや、これええ格好にはなってないけど、俺やったらそうするなって。俺はそんなことでは腹の立たない器の大きい人間になりましたみたいな。いやそんなつもりはないけど、俺やったら なんなん、うん、今日これお母さんが見てる。見てへんよ。見てへんよっていうのもおかしいけど、お前
いやだっておかしいや、自分がそんなん言ったら、うん、これで腹立ってた俺が器のちっちゃい短気なやつみたいに見えるやんか。そんなつもりはないけど、俺やったら見えるやんか。短気なやつみたいに見えるやろ。短気視聴者の方はお前の好感度だけ上がって、俺の好感度下がるやないか。目決まってんねんお前。おいやめろって、めちゃめちゃ短気やないか手出してんねんから。ええじゃないねん。絶対注意するやんお前は。注意せえへんって俺は。絶対せえへん。せえへんせえへん。目の前に割り込まれてんのに何も言いません。ほなそこに2人目が割り込んできた時、うん、お前どうすんの。2人目、うん、はあ、何があの人注意せえへんなってなって2人目が割り込んできた。それでも注意せえへんも喋んのも嫌やもん。何にも言えへん。何も言いません。ほな3人目が割り込んできた。何にも言いませんよ。ほな4人目が割り込んできた。何も言わへんて。ほな5人目が割り込んできた。何割り込んでくんねんお前。俺がこうやってこうやってないとそんなことありえへんやろ。お前が注意せえへんからあそこいいんかなと思って来る可能性はあるやん。ありえへん話しても意味ないっつって。いやでももし割り込んできたらどうすんのって。さすがにその時は言うよ。なんて。もう5人目はちょっとって注意してるやん。何が急に5人目から注意してるやん。いや違う、5人目から注意してるんじゃなくて、あんまりにも5人目の気持ち考えてる。1から4 OK で自分だけ断られた5人目の気持ち。なんで俺が割り込んでくるやつの気持ち考えなあかんねん。お前は無駄に5人目を傷つけてんねん。それやったら1人目から注意せえよ。どういう理論やねんそれ。割り込んできたやつの。お前は1枠しかないねん。1から4枠なんか一つも持ってない。何やねん4枠って。だから1人目で注意してないから辻褄が合うてへん。ほなもう5人目も注意せえへんわ。ほな6人目も。もうええ。もう7人目も8人目も注意せえへんし、仮に10人の団体が俺の前にバン割り込んできても注意せえへん。これでええねやろ。ほんならそれ後ろの人からお前が注意されるで。何がやねん。だってお前より後ろの人並んでたらどんどん下がっていくんや。いや知らんやん。そう下がっていったって。いや列の仕組みとしておかしいから。知らんって。文句言われるよ。文句言われても。すいません。何ですか。注意しました。今してません。僕人に注意するの嫌なんですよ。いや嫌なんですとかじゃなくて、もう人に注意するの嫌なんで、もう注意しないですよ。あなたの前に割り込んだんだから、もう注意しないって決めてるんですよ。あなたが注意してもらわないと。注意しないって決めてるんですよ。注意してください。ここまで来て僕に注意するぐらいだったら自分で注意したらどうですか。僕人に注意するの嫌なんですよ。なんで俺には注意できるんですか。それをここにしてほしいんですよ。いやだからそれをここにしてほしいんですよ。いやだからあなたの前に割り込んでるんだ。あなたが嫌なんだからあなたが注意したらいいと思うんですよ。めちゃめちゃ注意できる人ですよね。嫌なんですよ。それをしてください。人と揉めるのが嫌なんですよ。揉めるのが嫌とか知らない。揉めるのが嫌って言ってるじゃないですか。今すごい揉めましたよ。揉めてる認識ないですかこれの。知りませんよそんなこと言われても。いやパッと注意したらこんなに揉めずに。じゃあどうやって注意したらいいか教えてくださいよ。いや普通に割り込んできたら、はい、その人の首を後ろからクッて締めるじゃないですか。そしたらその人がうーってなってストーンと落ちますから。そうなったとこうこうです。頭おかしいんかお前。防衛はどうもありがとうございました。ありがとうございました。おい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 、みんなまだ。あなんかちょっと遅れてくるって。あほんま、うん、なんかさ俺あの行こうや言うてたお店がさ、うん、今聞いたらもう満席でさ。あ、そう。他のお店でもええかな。まあ、どこでもええんちゃう。いい、ちょっと適当に聞いてみるわ、うん、はいはい。ここでええかな。あ、すいません、もしもし山内です。はい。いや、名前言わんでやる。はい、すいません。あの、今から行きたいんですけど行けますかね。5人です。はい。あ、大学生です。はい。あ、二十歳は超えてます、うん、はい。厳しいな、やっぱ最近。いや、文系です。はい。なんて聞かれたの。あ、みんな文系です。はい。え、いや、っていうことは、はいはい、理系ですかって聞かれたってこと。どういうこと。はい、みんな仲良しです。え、なんて聞かれてんの。はい。あ、私あの山内です。はい。167センチ70キロです。はい。なんて聞かれてんのそれ。山内。そうですね。ちょっと太ってます。言われる。はい。167で70ってことはちょっと太り気味ですねって言われたこと。はい。はい、野菜から取るようにします。はい。お前どこにかけてんのそれ。言われる、はい、そんなこと。太り気味なんで野菜から取った方がいいですよって言われたってこと。あ、ちょっとすいません店員さん。すいませんすいませんすいません、ちょっと日本語でお願いします。なんで、はい、あ、はいはいはい。急に英語にシフトチェンジしたってこと、はいはい、お前どこにかけてるそれ。大丈夫。あ、今は彼女はいないですね。はい。え、だからそれ聞かれるかな。
居酒屋やな、ま、そうですね、今はじゃなくて、まあずっとですけど、はい、そうですね、じゃあずっとですよね、すいません、居酒屋にかけて彼女の運を確認されるかな、はい、今はじゃないです、はい、ずっとでした、ごめんなさい、今はではなくて、いや、その今はって言ってしまう、あのずっとです、はい、わかりました、私は今はではなく、うん、ずっと彼女がおりません、めっちゃ詰められてるやん、すいません、お前今は彼女おらんって言ったけど、はい、昔からおらんねやろほんまはとか言われたってこと、申し訳ない、すみません、山内、はい、山内、お尻を出せば輝く光、刀その手に握りしめ、山内って何それ、山内、お尻を出せば輝く光、刀その手に握りしめ、山内何それ、山内、お尻を出せば輝く光、怖いわ、山内、刀その手に握りしめ、山内なあ、それ何です か, だか向こうが言うてんのそれ、それどういうことですか、居酒屋か、はい、ほんまに山内、お尻を出せば輝く光、はい、刀その手に握りしめ、何それ、はいはいはい、いや確かに言われてみたら肩重い気がします、はい、そのず訳分かれへんね、ちょっと変わってみ、寝ててうなされたりもします、はい、山内なんか怖い話してるけど、あ、そうなんです、そうなんです、山内変わ、え、変われて、ほんまですか、え、いいんですか、はい、何、マジでその壺90万でいいんですか、大丈夫、山内買います、はい、ちょ、居酒屋の電話やんな、それいる、いらんよ、いる、い1個でじゃあ、はい、大丈夫です、90万の壺買う、居酒屁の予約で、あ、じゃあ、はい、お願いします、行った時に払いますんで、はい、ありがとうございます、お尻を出せば輝く光って何、はい、そ、あ、ちょっとすいません、山内、綺麗、もういや、殴れないですよ、なんてちょっとごめんなさい、それはやっぱり横のやかましいやつどつけみたいなこと言われたってこと、友達なんで、山内もうキレって、なんで俺の声届いてないの、山内、え何、いないじゃないですか、なんて言われて、ちょっともうやめてください、あ、ドキドキしてる、実めちゃめちゃドキドキしてます、実は今あなたの後ろにみたいなこと言われたってこと、はい、山内キレって一回、はいはい、山内、わかりました、いや殴れないですって、山内ちょっと綺麗、それ変われ、もうそいつ友達なんですよなあ、はい、邪魔者を排除しようとしてるわ、そいつ向こうのやつが、はい、なあ、じゃあお願いいたします、失礼します、お前さ、どこにかけててん、ちょ、居酒屋や、喋りかけすぎやって、いやおかしいからさ、電話してんのに、何、お尻を出せば輝く光、その手刀握りしめみたいな、いやなんか言ってきただけやから、いやいや、むちゃくちゃや、それお前の声が入りまくってんねん、頼むわ、居酒屋やったん、居酒屋よ、居酒屋に電話してんねんから、で予約取れたん、それ聞いてないわ、ちょっと もう一回かけるわ、いいよ、お疲れ様でした、お疲れ様でした、懐かしいね、7年前です、ね、7年前のコント、はい、いや久しぶりに見返したんですけど、うん、キングオブコントの7年前の準決勝 で、うん、あ、でやってたやつか、やってます、いやすごいね、なんやろ、なんか世代が出るなという、うん、なんか俺あの俺もその VTR 見直してんけど、はい、でもツッコミがもうめっちゃ下手やったわビビる、恥ずかしかった、なんか別に今がうまいどうこうとかじゃなくて、当時のなんかやかましいなあなあなあみたいな、全然リアルじゃないツッコミ方してたわ、しかもあの僕も見たら髪も染めてて茶髪で、で太ってたで、わやわや突っ込んでる、うん、で、ヨレヨレのジーパン履いてお前もなんか短パン履いてた、ヨレヨレの短パン履いて貧乏人二人が自信満々にいや、俺なんか確かこれね、大阪の3回戦とか、うん、準決勝の1個前で、うん、このネタやって、うん、なんかめちゃめちゃ上位通過ですよみたいなのを言われたんですよ、またな、その賞レースの時に流れる、どっから出てきたかわからない、その噂な、かまいたちなんか1位通過っぽいでみたいなの言われて、うんうん、自信満々で東京でやって、うんうん、ずる滑りした記憶あるよね、したほんでなんかもうずる滑りから来るテンポアップ、うん、そ、なんか最初ちょっと1分ぐらいまではまあまあいい感触で、うん、そこから乗らずにずっとこう下がっていってるから印象あるわ、それ、うんうん、ほんでなんか2012年かなんかのキングオブコントの準決勝で、
あのホームルームのこのコントやってるの、はいはいはい、でその時に多分ピースさんが決勝行った時やった、はいはいはい、あった又吉さんがネタ終わりにめっちゃおもろいなみたいな、うんうんうん、言ってくれた、はい、で、2013年、うん、今年もなんかみたいなこと言ってくれて、なんか袖で見てくれてたんちゃうかな、ほうほうほう、でつるすべりして去年受けてたから今年こそはなみたいな又吉さんが言ってくれたのに、袖で見てる又吉さんがもういなかった、いなくなった、聞かれたくないから、どうでしたって聞かれたくない、受けてたよって言えないぐらい滑ってたから、いや俺めっちゃ早なったなっていう記憶だけあんねん、4分のネタやのに3分多分半切ってるぐらいの速さでいって、なんとかせねばという気持ちがもう早くすることしかないから、声も大きなってね、大きなってわ、このコントあんまテレビとかで今までしてこなかったんで、そうやね、初めて見た人もいると思うんで、うんうん、まあまあ2013年頃のかまいたちの一押しのネタでございます、はい、チャンネル登録お願いします。なんやろな、売れようという気概がない太り方してるよね、いやほんまに時代が現れてます、ね、顔つきも嫌な顔つきしてたわどうした。この半年間あなたの身の回りを徹底的に調べさせていただきました。麻薬密売組織に警察内部の情報をリークしていたのは山内署長、あなただったんですね。何の話だ、忙しいんだ、出てってくれ。とぼけるのはやめてください。その資料を見れば全てわかるはずだ。これは だったらどうするというんだね。警察の上層部、そしてマスコミ各社にあなたを告発します。そんなことをすれば君の首も飛ぶぞ。考え直すなら今のうちだ。考え直すつもりはありません。そうか、じゃあ君にはクビになってもらうしかないな。ご家族には悪いが懲戒解雇という形でね。それでもいいのかね。君にはその覚悟があるのかね。全て覚悟の上です。嘘やんか、クビになんかせえへんやんか、やめてくれるかなと思って言いましたちょっと話しよっかな、お互いなんか譲れるとこってあると思うねんな、だからちょお茶飲むな、お茶飲んで話そう、炭酸もあるよ、若いから炭酸の方がええかな、炭酸飲みながら話。失礼します。待ちたまえ君に一つ教えといてやろう。私を捕まえたところで何も変わらん。君が相手にしようとしてる組織はそれほど巨大だ。こんなものマスコミに持ち込んだとこでもみ消されて終わりだぞ。それでも私はあなたを告発します。殺されるかもしれんぞ。死んでもいいのか。全て覚悟の上です。嘘やんかもみ消されへんやんか致命的やんか、これこれどっから、すんごい前から俺のこと疑ってるやん。懐かしい、うわあったこれちょっと座って話しよっかな。それソファー座り、これ座ったことないやろ、自分座り心地めっちゃええでこれな。ほんでここ寝れんねんで、疑ってるやろ。ちょっと見本見せたろか、これこうやって座ったと思いきやこれ寝れんねん、これ寝心地いいねんで、意外にこうやって寝たらええやん。失礼します。待ちたまえ調子に乗るなよ若造が。私が今組織に電話をしたら君のご家族はどうなるかな。脅すということですか。いや、ただ偶然事故に遭う可能性は否定できんぞ。警察という職業を選んだ時点で全て覚悟の上です。ご立派だ。
もしもし、私だ。 WIFI 作戦今すぐ実行に移してくれ。ああそうだ、やつの嘘やんかどこにもかけてへんやんか一人で喋ってたやんかツーツーって言うてるやろ何 WIFI 作戦ってWi-Fi やんどんな作戦やねんWi-Fi 作戦ってどんな作戦やねんおい、お前のせいで、お前のせいで変なこと言うてもうてるやんけ。ちょっと話しようや、やめてや。ただでさえなここにしこりができてんねん、最近ストレスでしこりができてんのな。見て、告発します。じゃもうだから見てよ、ここ分かれへんなあ。告発します。もうだから告発は分かったから、ちょっと一回聞いて、ちょっと脱いだ方が分かるかな。告発します。もうだからここや、ここがな、昔も。ほんで何このパンツ、これな、嫁に買うてきて言うたらこんなん買うてきてん。ここにマッチ棒刺さっとんねんな。なんやねんそのパンツ言うたら、嫁が火つけましょうか言うから、やかましわ言うて、家ん中もうドカンやなあ。告発します。やめてよ、全然話聞いてくれへんや。いやほんまやで、分かれへん。ちょっと寝っ転がった方が分かるかな。ここがな、ちょっと分かる。ここのしこり。失礼します。待ちたまえ。どうやら君には何を言っても無駄なようだな。尊敬していた所長がこんなことになるなんて残念です。誰だお前は。組織の人間か。やめろ、俺はまだ何も喋ってない。やめろやめろ。嘘やんかもう一人でやってるやんか。あいつ確かうちの学校の山内とかいうさえへんやつやな。来んのか。まあチェックだけやからそんな時間かからんやろな。だからこれが何やお前、お前何見とんねんこれ。いやすいません、あ、何ですか。いやわし用があるか、こうしとんねんお前。用な、お前がちらっと見とったやろ。何の用ですか。いやここ打ち合わせがあるから来とんねん。え、振動の山内様ですか。あ、大丈夫この人この感じで打ち合わせ来てるんですか。お前なんやねん。いや僕ウェディングプランナーなんですけど。あ、お前か。担当させてもらってる。あ、お前か。はい、すまんな、なんか嫁から用してくれてるって聞いてるわ。なんなんこの人申し訳ないな、ごめんごめんごめん。すごいいい人についてもらってるって聞いてる。いや打ち合わせできへんわこれ。ごめんな、怖いわ。申し訳ない、これ取っといて。いやいや、こういうのもらえないんですよ。いやええから取っといて。いや取っといてじゃなくて、気持ちやから。すごい額なんで、うん、すごい額、から取っとけよお前。俺が出した金引っ込まさなあかんのか恥かかすなよお前。とりあえずじゃあ一旦ここに。もろっとけ、もろっとけ。一旦ここに。ああ、はい。じゃあちょっとあの最終確認していきたいんですけども、あのチェックは何せなあかんの今日。あ、だからあの一応なんかすぐ終わるから来てんねんけどな。はい、最終チェックしていただいたらもうそれで終わりますので。ああ、最終チェックだけしていただいてよろしいですか。いやだからお前がしたらええ仕事ちゃうんかそれ。いやだから僕が己がやらなあかん仕事こっちに回しとるんちゃうんかい。おお。いやあの僕は全部最終確認しまして、もうあのミスもない状態っていうのを確認しましたので、何か変更などご希望をあれば受け付けたいなと思って最終チェックをしていただきたいということなんですよ。筋が通っとるわお前の方が正しい。何ですか。すまんな。いや最終チェックだけしてもらったら大丈夫なんで。取っといて。200あるんですよ。さすがにちょっともうこれ本当に、ええから恥かかすなお前。二泊いらん男おるわけないやろ。取っとったらええねん。まあ、一応じゃあ とりあえずここに置いておきますんで、最終チェックの方だけしていただいてよろしいですか。はい、大丈夫ですか。嫁も見とるんやろこれ。一応見ていただいております。あ、じゃあ ここの漢字だけ狼に変えといて。狼、この新郎の狼狼に変えといて。
ニュールフ。わかるやろこれ。ここを狼にしてくれ。ニュールフいうやつや。新しい狼。ああ新しい狼と新郎新婦でそれで大丈夫なんですね。ああ表記がね。そこに、はい、いける？いきます。あの高砂のとこに神父様と新しい狼と書いてくる。そうそうそう。ニュールフでな。はい、わかりました。言うててんけどな嫁には。ニュールフでって言うてなかったかな。まあ、僕は伺ってなかったです。あ、そう。申し訳ないな。全然、あの、振動の、あ、お客様、大丈夫です、大丈夫です。お客様、ほんま、もう、取っといて。お客様。取っといてくれたらいいから、これ。ほんま、もう、嫁にはちゃんと言うとき言うてんけどな。800個あるんですけど。もろとけ、もろとけ、もろとったらいいから。これでいいですね。これでよろしかったですね。わかりました。じゃあ、こちらの方で見積もり出させていただきます。はい、最初の見積もり、最初の見積もりがこうですね。これ、はい、あの奥様、あのうちの式場のオプションすべてつけておられまして、すべて、あの2つずつ、2つずつオプションを2つずつつけてまして、はい、2つずつ、はい、でこの値段になりますね。へえ、ちょっと返してもろてもええかな。申し訳ないけど、あの小学校の時ね、やっぱ替え歌とかしてね、うん、キャッキャッキャッキャ笑ってましたよね。替え歌してたな。してたよ。どんなんしてた？あのひょっこりひょうたん島の歌覚えてる？あのナーミーをチャプ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 かき分けてのやつね。お尻フリ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 振ってます。だいぶ変えてるね。おーならプッ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 プ止まらない。きついのしてたなお前。小学校の時はでもそんなんやったもんな。やってみや、ナーミーをチャプチャプやん。うん、星のかけらを集める旅人は夜の街さえ輝く海にする。ね、替え歌もいる。真っ白な雪のカーニバル、青いサンゴのダンスパーティー。いい、いい。おもろないねんお前の。何がおもろいねんお前。子供の頃ゲラゲラは。どんな子供やねん。アホっぽい歌詞にせなあかん言うてんねん。どんぐりころころとかもあんな替え歌したやんか。優しい風がそっと吹いた。何がおもろいの、おいな、歌出せ。こんなんじゃなかった。気づいてない才能があふれ出てきてるわ。翼をくださいとかも替え歌してたけど。翼をください、したやってみや、うん、ほんなら。未来の君は笑かす気ないやんけお前。笑やその出だし。笑っているの。笑かすやつの顔ちゃうやろ今。巡る季節。どういうつもりやろ。怖いね、怖いね、めっちゃ怖いね、うん、いつしか君と原曲超えようとしてんの、原曲超えようとしてんのかって。